魔界ウォークいうのをね、はいはい、ちょっとプライベートでずーっとやってますやんか。うん、で、これまあ春と秋とね、3回ずつやってるんやけど、11月で終わったんですけどね。うん、で、その時に、秋の、うん、そうそう、あの、近畿組の何人かが来てくれてね、うん、盛り上げて、わわわわ言いながら行ったんやけれども、うん、あの、やっぱりその行く場所っていうのは、その、行っては行けない場所とかね、あの、なんかその伝説があったり、言われがあったり、その、たたり神が祀ってある神社とかね、まあ、そういったところを好んで、まあ、行くわけですやんか。うん、はいはい、で、まあ、行って、そこでまあ、皆さんで、その、昼前からね、ちゃんとお参りして、お写真あげて、こうして、するんやけども、うん、まあ、当然そこでいろんな写真撮りますよね、記念写真とかね、うん、神社の拝殿とかね、うん。うん。で、そういう写真をまあ、皆さん撮りはるんやけれども、うん、終わってからね、やっぱりその、運動財産ということで報告があってね、うん、この、撮った写真に変なもん写ってます、いうのが結構多い。いや、もちろんそれ夜ですよね。昼。昼間で。昼の昼間ですよ。あの、魔界ウォークやからね。ああ、そうか。その10時からだいたい3時ぐらいまでやねんけどね。うん、だから真っ昼間ですわ。うん。まあ、20人、30人ぐらい引きのみんなと一緒に行くんやけども、まあ、例えばその、神社行った時に、うん、ですね、そこはその、坂本龍馬とお龍さんにゆかりのある、ちょっと、ね、うん、あの、お龍さんの、お父さんか、お龍さんのお父さんが、あの、医者やってんけれども、うん、捕まってね、あの、すぐ近くの六角獄舎というところにね、入れられとってんね。うん、そのお龍さんやっぱり心配なんでね、あの、どうしようどうしようことで、で、その時、龍馬と一緒に、その神社のところにある、あれは何だったかな、あの、大木があるんやけれども、うん、で、その大木にですね、えのきですわ。えのきの。うんうんうん、でね、大木の幹に登ってね、で、六角獄舎の中をこう、見てたという、そういう言われのある神社なんです。ただの神社が、竹の部神社いいとこないけどね、うん。で、その神社の、あの、本殿のすぐ横に、あの、姫神社いうのがありましてね。うん。あの、いわゆるその、弁財天を祀ってある神社でね、ちっちゃい、今、うん、文社みたいなもんやねんけどもね。うん。で、その、さっき言った二人が登った、えのきという木があるんやけど、これが、その、弁財天が宿ってると言われてる木やねんな。うん。木自体が、まあ、ご神体になってるわけやねんね。うん。で、その木のすぐ横にちっちゃいほこりがあって、で、そういう話をしてね、これはあの、二人がこの木に登って、その六角御社の方を、こう、お父さんのことを心配して眺めてたんですよ。この二人の縁を結ぶということで、これは縁の木やけども、縁の木と言われてるんですよ、みたいな話をしたわけですよ。うん、で、その木のすぐ隣が、まあ、神社があって、その神社の横のその白い壁があるんやけれどもね、うん、で、その壁を背景に、そのある人が、女性なんですけども、あの、写真をこう、えのきの写真を撮り貼ったりね。うん、当然、えのきから枝があったり、葉っぱがあって、その影が壁にこう映ってるんやけれどもね。うん、その壁に映ったその葉っぱとか木の影やねんけども、それが、その人が見たときには、これは女性と違うかなというような雰囲気で映ってるんよね。その雰囲気っていうのは、何かやっぱり、うん、特徴的なものが出てる。そう、あのフォルムになってるわけですよ。ああ、なるほど。だから、あの、うん、影の部分は暗くなって、で、うん、日が当たってるとか白っぽくなりますやん、太陽のね、うんうんうん。で、その白っぽいところが、いわゆるその、女の人が立ってるような影っていうか、なってるわけね、うん。周りが暗くてね。うん、で、お子さんこんな撮れましたよ、いうので送ってくれ、貼って、うん、その時に、あ、これね、あの、あれですわ。あの、女の人間違いないですよ。言うて話して。で、その時も説明したと思うけども、この木には弁財天が宿ってるということを話して。で、この影見てください。上、頭の上にこう、なんか、冠みたいなのがふっとこう、乗ってるような感じで、で、長い、その着物みたいなのも着てるような感じで、まさしくこれ弁財天のフォルムですね、というようなね。ほう。そういったものが映ってた。それすごいなぁ。うん、そういうのもあったしね。うん。うん。神様映してしまった。そうそう、神様映ってしまった、ついに。うん、幽霊やなしにね。うん。
で、京都大学いう、あの、まあ、私が出た学校から。いや、そうですよね。工学。笑わないよね。いやいや、笑ってないですよ。でそこ、母校にね、行った時にね、僕は。聖光堂というね、うん、古いそのお寺を移築した講堂があって、でそこはまあ幽霊が出るということで有名な講堂があるんだよね、うんで。そういう話をしてて、まあそこにいつかとお話してたら、その横にあの、古いもう何十年も前に廃車になった車が何台か置いてあったわけですよ。捨てたっというか並べてあってね。うん。うん。だからそのやっぱり行ってるメンバーが、その車の方を興味持ってね、うん、あ、なんかすごい車あるなぁって、これちょっと怪しいなぁ、いうことで、うんまあ、車をその正面からこうパチパチとこう何人か写真撮りようってな。うん、で、その場で、デジカメを見てたら、チェックしてはったらね、その、フロントグラスを、ガラスを通して、後部席に何か見えると。うん。が見てるんですけど、いや、これ、顔違うんと言い出してな。うん、まあ、ほなと言って、まあ、みんなでそれをまた、こう、アップしたりして見たんやけれども、顔が映ってるんですよ。廃車の中に。車の中に？中に。で、たぶんそれはあの、事故を起こして、まあ、廃車になった車なの、かもしれんね、みたいなことでね、そのドッパーは結論付けて、うん、で、うん、それ映ってしまったんかもな、みたいなことで終わってんよね。だからそういうことがね、結構起こっとるんですよ。ニュースを見てて、うん、ニュース、夕方のニュースだったんですけど、うん、あの、S 県の、ま、あの、関東の S 県の、うんある踏切でトラックが列車と接触したっていうあの事故のニュースが流れてて。いつ頃？ね、1ヶ月か2ヶ月か前だと思うんですけど。で、それを見てゾッとしたのが、その前の日に、あの、私が取材した方から聞いたお話が、その S 県の踏切でのお話だったんですよ。うん、で、ちょっとそれを今ちょっと話そうと思うんですけど、あの、まあ、その仮にその E さんとしておきます。うん、で、その E さん等でその S 県の、小学校に通ってたんですけど、うん、1年生、まあ、ちょまだ1年生の頃ってまだ自転車乗れるか乗れないかぐらいじゃないですか。うん、で、やっと乗れるようになって、でも楽しくてその辺を走り回ってたんだそうです。うん、で、あの、まあ、近所走り回ってある日、こう、その踏切に差し掛かった時に、不意にブレーキがあのスコーンと効かなくなって、こうスカ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 ってなってしまって、わあどうしようと思ったんですけど、うん、あの、ま、あの踏切は別に電車は来てなかったんですよ。うん、でも、ブレーキ効かないからどんどんそのままビューって行っちゃう。でも、あの、お父さんとお母さんに絶対その踏切の手前で止まって、右左、右を確認してからとかいうのすごい口を酸っぱくして言われてたんで、すごく焦ったんですね。で、あ、そうだ、足でこうブレーキをかけて、ずるずるってして、弱めればいいと思って、すぐ足でブレーキをかけたんですけど、なかなか止まらないんですよ。うん、え、もうどうしようどうしよう、もう踏切に差し掛かってしまうっていう時に、あの、あ、そうだと。その前輪を、ハンドルをガッて曲げてしまって、うん、ガクンってしたらタイヤがこう、なんていうんですか、まっすぐじゃない、こう横になるじゃないですか、うんで。そしたらさらにブレーキがかかる。思いついて、うん、ハンドルを曲げようと思った瞬間に、うん、まだ曲げてないのに急に前輪がガンって止まったんだそうです、うん、でそのままあの慣性の法則に従って前輪が止まると後輪が持ち上がりますよね、うんうん、でそのまま前にポンって体が飛び出して、うん、宙を舞って背中からバーンって持ち上がったんですよ、うん、でうわっって、まあ、その時はまだ踏切のもう直前で落ちたんですけど次の瞬間に足を何かにガッてつかまれた感触があって、そのままブンってこう投げ飛ばされちゃったんですよ。で、うん、もう一回体が浮いて、その時踏切がこうちょうどカン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 って降りてきてたんですけど、うん、その踏切の上をこうまたぐ形、あの、なんていうんですかね、棒高跳びじゃないわ、高跳び、はい、みたいにそのバーをまたぐ感じで、足の方から踏切の方へ向かってバーンってまた落ちたんですよ。うんうん、踏切の中に。え今度は何一旦手前に落ちたのにもう一回体が持ち上がって、うん、投げそばされた形で踏切の中に落ちちゃったんですよ。いやいや怖い怖い。でも電車来てるんですよもう。うん、でもその寸前その寸前のところであのイーさん無事で助かったんですけどそれがなぜかというと、うん、その飛ばされた時にもうあのとっさに踏切
のそのバーなんていうんですか、あの遮断機、うん、遮断機、うん、遮断機をガッて片手で掴んだんで、あのスレスレ自分がそのだいぶその長飛ばされるよりも手前に落ちたこと、うんうん、でそれでも足は危なかったんですけど、うん、背中を打った痛みで思わずこう体をギュッてこうちっちゃく縮めて痛って痛がったんで、あのスレスレで電車が通り過ぎて、ね、そう本当に危なかった。で結構周りの人も見てたんだそうですけど、うん、大丈夫か僕みたいな感じで、あのなあれ自分が見たのがちょっと目の錯覚なのかなって、みんなちょっとおかしいなって感じで呆然とした状態で、でもまあ恥ずかしいんでとにかく自転車を起こして家に帰ったんですよ。でその日はそれで終わったんですけど、うん、後日その家族の車でその踏切を通りかかった時に、うん、なんかそういやこの間こういうことがあったから嫌だなと思ってたら、うん、その踏切が見渡せるぐらいまで車が進んだ時に、踏切の周りからこうわら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 ってなんかこう人がゆら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 ってこうだんだん形になって人がたくさん立ち始めて、どんどん車の方にゆらゆら、それがもういろんな人が立ってたんだそうです。もう時代もね、もうバラバラで格好もバラバラ、性別も年齢もバラバラで、もう白無垢を着た女の人はいるわ、なんか真っ赤なカクテルドレスみたいなドレスを着た人はいるわ、あのつなぎを着たような男の人とか、まああのだいぶあの年を取った年を召された方とかもこう車の方にわら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 寄ってくるのが見えて、わっと思ってこう目を閉じてこう下を向いて、うん、あの行き過ぎるのを待とう、あの踏切を通り過ぎるのを待とうと思ってたら、車は急にスコンって踏切の真上に止まっちゃったんですって。また、うん、でその時はまあまだ電車来てなかったんで、あのすぐ周りの人が気がついてくれて、こう踏切から車を押して出してくれたんですけど、うん、踏切から出た瞬間にセルも回してないのにエンジンがブンってかかったんだそうです。うん、でなんで止まったんだかわかんない、別に特に故障したところもなくて、うん、いや何だったんだろうねっていう話だったんですけど、どうもその踏切っていうのはそういう事故が多発するところで、うん、あの後にも先にもそういうなぜそこで事故したのかがわからない、立ち往生したりなんだりで事故が多いっていう話を聞いていた翌日にそのニュースを見たんで、うん、その踏切がそうなのかなって、うん、ちょっとただっていう話です。俺の友達がね、うん、あるまあ都内と都内じゃないな、都下っていうのかな、東京都下もある踏切があるのね。うん、まあまっすぐずっとその関西方面まで伸びてるまっすぐな線があって、うん、でその線にのある踏切でしょっちゅう人がこうお亡くなりになるわけ。ああところがさ、そこの踏切って本当に狭くてね、うん、もう車1台ギリギリなの、うん、でしかもその道って一方通行なんですよ、うん、もうずっと入ってくると、しかももちろんそんな狭いところだから U ターンも何もできない。でそのとにかくその踏切をこうゴト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 って渡って向こうへずっと行ってしまわないことには、とにかくそうクリアすることができないわけですよ、一歩その道に入ってきちゃったら、うん、ね、そこへずっと入ってきて、それで一番前にこう車をずっとつけるじゃない。で後ろにもさ車がたくさんこうどん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 裏道だからさ、どんどん入ってきちゃうわけだ。でどんどん後ろこうついてきちゃう、うん、で踏切がずっと下がってきたんで、足をついてねえなと思ってそこでこう待ってたら、自分の目の前でもって人が飛び込んだんだね。それでうわーえらいことになったって言うんで、普通であればそれって俺なんていうのかな、まあバックで一台一台出るしかねえんじゃねえかなって思うんだけどね。だけど、なんかとにかく警察が来ちゃって、ちょっと大変なことになっちゃったのに、とにかくその作業の一部始終っていうのが、もうまあ随分もう20年も前の話だから、うん、ね、今はさ、そのブルーシートをこうぐるりこう取り囲んで、周りから見えないようにしてやるんだけどね。当時ってのはもうそのまま月広げでやってるわけですよ。ただそれをこう、その奴らの人の目の前でこうその作業していくわけだよね。要はその拾い集めてさ、うん、いう作業があるわけじゃないですか、悲しい作業は、うん、でそれがそこでその踏切にもともとこうかかった人たち、待ってた人たちがみんな見てる目の前でそれが始まっちゃったわけだよ、うん、それでまああらかた、まあ、こう集められたものがある台に乗せられてこうずっと通っていくときもう本当にその踏切ギリギリのところまで車が前行ってたもんだから、その隙間が開けられなくて、みんなで少しずつ少しずつ後ろ下がったんだけど、やっとそこで本当に1メーターちょいか2メーター弱ぐらいの隙間ができて、そこから
構運び出すことができたわけなんです。その時に何かその仏さんをね、その隙間からずっと運び出すとき、前と後ろに人がついて、よし行くぞ、じゃあそっち向いて、あいよっていうところずっとこう運んでくるわけじゃない、その時にね、自分の車の前を取るときに、どうもその車の車体にコツンと音がしたんで、コツンって。ね。で、音がしたんで、あ、その作業をしてる、まあ、それは警察の人なのかさ、またその鉄道の管理の人なのか、それはわかんないけどもさ、そういう人の膝がなんかがその車にもずんと当たったんだろうなと思ってたんだって。で、そのまんま、まあ、そこを、なんとかかんとか、そこをゴト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 とこ渡ることができたわけだよ。随分待たされたらしいんだけどね。で、それを渡って、で、うん、今って嫌なもの見ちゃったなと思って、お払いでも受けたい気分だなと思いながら、用を済まして、で、家へ帰って、で、そのまんまそいつがお風呂に入って、ちょっとこう塩かなんか自分の体に振ってさ、で、その日は寝たって。次の日仕事行こうと思って、まあそこの家もさ、もともと小学生ぐらいの子供がいて、まあ今その子も大きいけどね、小学生の子供がいたんだよ。したらその、まあそれもそこもやっぱ女の子なんだけど、その女の子が朝ね、その学校に行ってきますって先にこう出てった子が取って返してきて、お父さんってなって玄関で、で、え、何ってどうしたって、お前学校早く行かないって思ってるだろうって、お父さんちょっと来て大変だよって言うんだって。で、え、どうしたって言って言ったら、どうする車のとこ行くんだって。したらちょうどその昨日自分がその車が止まってたじゃない、その踏切のところでさ、で、その前をその遺体が通っていくときにゴツンと音がしたってたでしょ、ちょうど車の右側のそのフロントのね、ちょうどその角のあたりのところに血の手形がピタッとついてた。単線のね、ローカル線の踏切があってね、で、そこを渡ろうとしてる車がってんやけども、渡ろうとしたら、カン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 と踏み切り閉まってしまったわけな。で、アンラッキーやな、まあ、仕方ないので、踏み切りにこう止まって、電車が、かなんか来るのが待ってたわけなんですね。だそのうち、後ろの方にもまた何台かの車がずっと連なっていって、当然その踏み切りの向こう側にも何台かの車がずっと繋がっていって、で、来るのを待ってる。電車来るのを待ってる。で、ところが、何分経ってもね、電車来えへんのよ。で、普通まあだいたいね、2、3分ぐらいで待ったら、遅くてもね、電車が来るのがまあ普通なんやけれども、その単線で見通しが非常にいいんやけれども、その直線に伸びた両方側の方をどこを見ても電車が走ってくるような気配が全くないわけ。で、キッピキだけ閉まってカン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 とずーっと打てねえな。で、そこらおかしいことで、みんなそのぼっちぼっちその車から出てきてね、おドライなんて、ドライなんての、これ、車、この踏切自体がもう故障してるんちゃうんか、これ、ドライすんねみたいなことで、わわわわ言い始めたんですわ。そしたら、みんなが踏切のところにずらーっと並んで、どうしよう言うてるときに、ものすごい風がブワーと線路の上を吹きすさんで、風の中からポーという汽笛が聞こえてどっかいたいう話かね。僕が小学校の、3年生の時ですね、時に、住んでた、まあ、東京の北の方の、まあ、町なんですよね。ここのまあ、冒頭、田端って言っちゃったもんね、俺。言ったよ、はっきりと。田端。はっきり言ったよね。北の方だったってしょうがないんだね、これ。住んでたんですよ。でね、これね、実にこう、不思議な。前にも俺、これラジオでちょっと言ったことあるかもわかんないんだけど、西浦さんとね、おそらく一緒に遊んでるんですよ、俺、子供の頃。あ、そう。あれ俺言ったと思うんだけど、これ、知らないですか？それとも優しいんですかそれ。ね、前に僕がそんな話をしてるのを西浦さんがやっぱ何かで聞いてたみたいで、ファンキーさんは、小学校は、田端ではどこ行ってましたって言うから、いや、俺は北の、滝野川第一小学校ってとこだよって言ったの。あ、そうなんですか。なんでって言ったら、いや、実は僕、田端に住んでたんですって言うのよ。ちょっと待って。何歳の時って言ったら、ちょうどその、彼と僕のほら年齢差があるからね。
それを考えるとね、同時期なんですよ。しかもね、遊んだところも一緒で、我々がその頃こう流行ってた遊びみたいなものがあるんだけど、それも同じなの。それってね、広範囲に、例えばその同じ学校の、学校の中で、わーって広まった遊びではなくて、僕らがその仲間のうちうちで、その、まあ、近所の子たちとか、割とその他の学校の子なんかも来てたんでね、そういう子たちを交えて遊んでる遊びがあったんですよ。それ、ろくでもない遊びなんだけども、土手もね、ずっとこう、北区だから、田畑ってのはちょっとこう、高台になってる町なんで、それをこう、ずり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 って土手を下がっていくと、下にこう、貨物の線路があるんですよ。山手貨物。例のほら、さっきの SL の汽笛が聞こえたっていうトンネルがあるところなんだけどね。そのトンネルの方へずり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 っとこう、降りていくと、その線路際のところに一本こう、ドブったってそんな汚いんじゃないんだけど、細いのが、水の流れがあるんですよ。そこにね、マッカチンがいっぱいいるの。ザリガニ。ね、アメリカザリガニの真っ赤なやつね。それがすごいいっぱいいるわけ。で、それを取りに行ってたんだけど、貨物の、運転手さんたちがびっくりしちゃってブレーキかけちゃうんで、で、各その辺のその地域の学校に通達が入って、絶対に子供たちそこに行かせないで、学校でちゃんと指導しなさいっていう、そういう要項が入っちゃった。で、そんなことも西浦さん知ってたんだよね。俺たちがそのザリガニ取りに行きましたって、いや、行ったよって。しかもそれって割と短期間なのよ。学校からすぐ、ストップがかかっちゃったから。そこにいたらしいんだよね、彼が。で、その中でね、彼ともその、その場所知ってますって言われた場所での、まあ、ある話なんだけども。当時ね、とにかく僕らの間で流行ってたのがね、めんこが流行ってたんですよ。めんこ。大阪で言うたらべったんやつな。べったん。べったんっていうんですか、そうですよ。大阪ではね。はい。そうで、昔はね、僕らのちょっと前の世代っていうのは丸めんって言って丸いめんこが流行ったんだけども、僕らの時代は角めんなんですよ。四角いめんこだったんですよ。で、それをこう、表面にこう、ろうを塗ったりとかね。なんかちょっとこう、間、こう、裂いて、中にこう、薄っぺらい、こう、鉛を入れたりする、小賢しい手を使ってね。それで、その特製の麺粉っていうのを作っていくわけなんだけど、それでも、とにかくいろんな学校のガキ男子を集めちゃう、みんなでバーっとこう、処分をしてたわけですよ。で、ある日ね、僕らがいつもその、麺粉の商品に使ってた場所っていうのがあって、それがその高台の方からずっと、その田畑銀座っていう、ね、戸越銀座じゃないけどさ、田畑銀座っていう商店街があって、そっちまでずっと降りてくる途中の右側にあった、まあそんなに大きくない神社なんですよ。その神社の境内で僕らいつもそうやって遊んでたわけ。ね。でね、ある日ね、そこでこう、また他の学校の奴らが来ては、みんなで遊んでたんだけどね、ふっと喉渇いたって誰かが声出して、あ、そうだ、喉渇いたね、なんかジュース買ってこようか。でもこの辺さ、自動販売機がないんだよねって。当時の自動販売機っていうと、そのお金入れて瓶をこうジャジャジャってこう引き抜くタイプが結構普通だったんで。で、そういうのがないんで、どうする？あ、だ、駄菓子屋あるよ、駄菓子屋行こうって言って、あ、そうだ、駄菓子屋行こうって、わーって駄菓子屋みんなこう走ってったわけ。で、そこでさ、なんか、まあ、ジュースだろ、なんだろうってこう飲んでさ、で、じゃあまた戻ろうかって言ったら、あるやつが、あ、これなんだろうって、おばちゃんこれ何って言ってるわけ。何に見つけたんだろうと思って、俺たちもそっち行ってみたらさ、店のところにいっぱいいろんなもの下がってんじゃない？なんか、スーパーボールが、とかさ、なんかいろんなものがあるでしょ？その中にね、こうベローンとこう下がってビニールに入って、こう、台紙がついてる。こう、ビタ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 ってこうついてる。な、一つのこう、下がってるものがあるんだよ。それ見てみたらね、先っちょに、こう、尖った金属のこう、針がついてね。で、後ろがこう、プラスチックになってて、なんかこう羽みたいなのがついてる。なんだこれって言った。なんだこれって。って言ったら、そこのおばあちゃんが、これはお前あれだよ。これな、こうやって持ってな、こうピュッと投げんだよ。刺さったやつ負け。とか、そんなこと言ってんだよ、ばあちゃんが。子供ながらにそれ危ねえなと思ったんだけど。面白いねって。いくらあってた ?30 円だって言うわけ。ああ、じゃあ買おうって言って、みんなもう一個ずつ、わーって、じゃあ俺もってみんなわーっと買ってさ。で、それを持って、その神社の境内に戻ったわけだ。
そしたら、もうそのメンコどうでもいいんだよね。もうそれがメインになっちゃったわけよ。で、何をしたかっていうと、大きな大木があるんだよ。大きな大木。うん、その大木をめがけて、それ幹にめがけてね、それバンバン投げてさ。うまいことこうストッと刺さるんだよ。それ思い気持ちよく刺さるんだ、それが。だから、要は今で言うとそれダーツの矢だよ、おそらく。うん、でもあの頃ダーツとか多分言わなかったと思うんだよね。うん、で、そんなのみんな、わあ、面白い面白いって言って、こう、ビュンビュン投げて遊んでたわけさ。で、そっちにどんどん日が暮れてきちゃって、なんかその夕方の放送がかかるんだね。で、あ、もうこんな時間だ、もう帰んなきゃとお母さん怒られる怒られる。ああ、帰ろう帰ろう。じゃあまた明日遊ぼうね。じゃあね、バイバイ。わあ、ってみんな、ごちいじりバラバラになっていくじゃない。で、みんなはその坂の下の方に住んでる。で、俺はその坂の上の方に住んでたんだよね。だから自転車を立ちこぎしてさ、その坂一生懸命こう登ってたわけよ。うん。そしたら途中まで来て、あっって気がついたの。うん。めんこ忘れてきたと思ったのよ。うん。めんかんって言ってね、こう、うん。クッキーかなんかのさ、ちょっと厚手の缶の中にね、そのめんこいっぱいバーっていっぱい入れて、うん。で、それをいつもこう丸ごとこっそり持って歩くわけなんだけど、で、それを丸ごと忘れてきたわけ、神社の境内に。お宝なのに。そうそうそう、お宝なのに。で、あ、大変だって言って、とにかくもう、わーっと戻ってさ、その石段があるんだ、その石段の下に自転車がジャーッと置いて、バババッと駆け上がってってさ、そしたら、こう、参道があるわけだ。うん、もう暗くなってきてんだよ。で、わー、ちょっと暗くなってる、怖いなと思ったんだけど、そうとにかくこう、さっさと歩いてったら、賽銭箱の、右側の向こう側のところにこう、ちょっとした段があって、そこのところに、こう、白い缶がこう、置かれてるのが見えた。ああ、よかった、と思って、その缶のところをバーッと走っていって、その缶をガッとこうやって抱えて、で、元来た道へ戻ろうと思ったわけよ。で、その、石が引かれてるその参道を、何歩かこう、スタ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 ッと歩いたときに、僕のその背後でね、何かその、うん、おすごく大きな、重たいものが、しかも、重くて柔らかいものが、高いところから、ドーサーッと落ちてきたことがする。ほんとこんな感じ。ドサーッとか、ドシーンとか言うんじゃないの。ドーサーッと落ちてきて、そこら辺の落ち葉が、フラララララーッと舞い上がったのね。うん。その風っていうのが、僕の方にも、うわーっと来たわけよ。びっくりして、なんだ、なんか落ちてきたっていうのはわかるわけだから、なんだ、うわって振り向いたの。そこにね、あったのね。大きさはね、カローラサイズ。うん。ね。全体的に、こう、俺ね、イメージ的なことを言うんだけどね。これイメージして聞いてもらいたいんだ。伏せをしてる、ヨークシャテリアみたいな感じ。かわいい。なのに、カローラサイズ。うん。でか。そんなようなものが、今までそんなもの絶対なかったはずなのに、何かその物体の裏に光のなんかその光源があって、裏からバーって光を照らしてるみたいなとこ逆光になってシルエットだけが見えるのよ。うん。それが、その僕の方に向かって、ゆっくりゆっくり、はーっ、って言いながら、こう、じり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 と近づいてくるわけ。うん。で、うわーってびっくりしてた。うわーとんでもないもん現れたって、もう俺動物だと思ったから。うわーって言ってその石段をバーッと駆け下りてったんだよ。で、人には自転車が置いてあるからね。その実際のカゴの中にバーッとその面がぶっこんで逃げようと思ったわけ。で、その石段をバーッと下りてって、ちょうどその下までたどり着いた時に、その神社のすぐ向かい側のところに、今あるかどうか知らないけど、当時、ちょっとこう、綺麗なこう、門構えのある、家があってね。で、そこのおばあちゃんってのは、いつもこう、俺たちにこう、飴玉くれたりとかさ、うん、なんかこう、ちょっと厳しいばあちゃんだったんだけど、なんか我々を割とこう、可愛がってくれたんだよ。で、その人がこう、外こう、竹ぼりでこう、ジャギジャギこう掃除してた。で、俺がわーっと降りてったら、お、どうした？何やってる？どうした？どうした？っていう。でも、僕も何言っていいかわかんないから、もう、いやいや、今、ちょっと上に、なんかでっかい、って、こう言いかけたら、いきなりそのばあちゃんの顔が、うわってすごいこう険しい顔になったのよ。で、いきなり僕のその右手の手首をね、ガッと掴む。来い！もうそっちに来い！一緒に来い！って言って、どんどん引っ張って、ばあちゃん、なんだどこ行くのどこ行くの
って言ったら、石段の時に登ろうとするわけ。いや、ダメダメダメ、嫌だ嫌だ嫌だ、怖いよ怖いよ怖いよって言うんだけど、はい、うるさい、来なさい、来い、来いって言って、どんどんそこをこう、ずるずるこう引っ張って登っていっちゃうから、うん、ここで、段を登り切って、上のその山道までたどり着いた時には、もちろんもうそのものって、いなくなってたんだけども、そしたらこう山道をずっとこう歩いていくわけで、ね、で、賽銭箱のところまで行って、ガラガラと鳴らしてね、で、そのばあちゃんがなんだか、その聞いたこともないような、まあおそらく今にして言えばなんかその信号のようなものを備え出したわけ、ね、で、その横で、なんだかおっかなくてさ、そのばあちゃんにしがみついてこう、周りこうキョロキョロしながら、ブルブルしてそこにいたわけだよ。そしたら、一層なんかこう、声高にね、何かわーっとこう、備えた、すぐ後から、僕の頭を一瞬までギューッとこう下げさせるんだ。そのばあちゃんがその、ずっとこう、礼をするときに一瞬こう、頭を下げさせる。それが終わったら、ふっとそのばあちゃんがこっちを向き直って、お前何か悪いさせたねっていう。神社で何か悪いさせたね。いいかい。お葬式様はいつでも見てらっしゃるんだよって、こう言ったんだよ。うん、お葬式様って言ったんだよ。いや、あんたはお葬式様やろと思ったんだけどね、俺。で、その時はもうとにかく、もう、早く帰りなさいって言われて、ほんで、とにかく、うわーってもう、半べそかいてさ、逃げ帰って、うん。で、なんかそのことも、ね、外でこう、大人に怒られたことを家に帰って親に言えないじゃない、うん、だから、それをやっぱり親には言えなかったんだよね。で、そのまんまもその神社に遊び行くことはもう一切なくなってしまって、ほんで、それからしばらくして、僕はもう沖縄に転校になったんで、うん、で、沖縄で、まあ一年ぐらいいて、で、うちのおふくろが体を壊して、で、5年生になる直前ぐらいだね。ちょっと前ぐらいに北海道に引き上げたじゃない、うん、その時にさ、俺生まれて初めて、ゲゲゲの鬼太郎は知ってたよ、もちろんね。ゲゲゲの鬼太郎知ってたんだけども、初めてその水木しげる先生が書いた妖怪大百科とか、妖怪大全とかいう、なんか、こういう、小学科なんかが出てる、ちょっと厚手の、うん、そんなの本屋で見つけたのよ。うん、で、ああ、これ、なんか、鬼太郎の書いてる人だ、これ、と思って、で、それをこう、持って帰って、こう、買って帰ってね、で、こう、やって見てたのよ。そしたら、そこに、何ページ目かに出てた妖怪が、妖怪おとろしって書いてあったの、ね。うん、その、書かれてたその絵姿が、まるで、もうあの時の、そのシルエットがね、うん。岩手県やったかな、何年か前に焼けてしもた。はいはいはい、緑風層。ありました。緑風層な。うん。うん。で、そこにね、泊まった人がいてはってね。うん。これ大曲時の読者の人やねんけどね。うん。で、その人が、実はということで、この前ちょっと投稿があって、印象に残ってる話なんやけれどもね、うん、あそこの緑風荘の、その、要するに、座敷わらしが出る部屋というのは、円珠の間というとこ、ね、そうだね、うん。で、そこにね、彼女は、まあ、M さんというんだけど、2回泊まったんやて。へぇ、すごい。うん。で、なかなかね、取れへんのによく、何年も待って取れたね、という感じじゃないかね、うん。で、2回泊まったら、2回とも奇妙なことが起きたらしいんだよな。うん。うん。で、第1回目に泊まった時はねんけどね、そのまあ2年ぐらい、その予約してから待って、で、まあ待ちに待って、やっと7月ぐらいかな。うん、夏に、まあ、家族5人ぐらいでね、宿泊したらしいんやね。うん。うん、でそのね、いわゆる演じる間、その座敷漏らしが出る部屋というのは、いわゆる離れになってるらしいの、うん。うん。で、その部屋に入ると、その床の間とか壁際とかにのはね、お供えの間、人形とかに身がもうワンサとこう置いてあるわけやねんな。うん。これはようね、テレビでも紹介されてる画面さんね、見たことあると思うんやけれども。うん、で、まあ言われてるのは、この部屋でその座敷漏らしに会うと、まあ男であれば出世をすると。女の場合やったらその玉の輿に乗れるというね。うん。うん。しずくちゃんよく聞いときや、玉の輿。うん、びっくりした。急に売られた。でな、うん。
で、まあ、彼女がそこに予約して、その、スキー泊まったんやけれども、だんだんその夜が更けてくると、まあ、昼間ね、あちこち観光したので、まあ、最初はまあ、その雑誌話を見ようぜということで、まあ、みんな起きててんけれども、だんだんこう、家族もみんな疲れてきて、お酒も飲んでるので、もう一人二人でこう、みんな寝てしもてね。で、最後はもう、彼女だけになってしまったね、起きてるのは。うん、で、まあ、一人だけ彼女になってしまったんやけど、まあ、ちょっとその彼女自体はもう興奮してて、なかなかこう、寝つけない状態になってて、うん、で、まあ、布団の中でね、何度もこう、寝返りをしながら、その、座敷わらしのその部屋の気配を感じ取ろうと、まあ、一生懸命してたわけやね。うん、でしたね。で、だけど何も起これへんしね、もうだんだん眠たなってきて、で、3時ぐらいになったらしいんやけれども、まあ、なんとなくその彼女もうとうとこう、しだすようになってきたわけやねんな。うん、ああ、このまま寝てしまうのかな、座敷わらしに会えへんよ、まま寝てしまうのかな、そういうふうに思ってたときに、とにかくあの、夏やねんけどね、夏やねんけれども、体をね、さーっとこう冷たい空気がまとわりつくような感じがしたらしい。で、すると同時にもう体がビュッとこう動かんようになってしまったらしいな。うん、で、ああ、これ金縛りかなと思ったらしい。で、それ、まあ思ってると、だん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 その体がね、冷えていくわけなんですよ。もうどんどんどん冷たくなって。で、それと同時にその横向きになって、で寝てたんやけれども、背中に何かのその威圧感というかね、何かの気配っていうのがあって、うん、それがね、だんだんとその顔の方へとこう近づいてくる雰囲気があるらしいねんな。うん、で何かがベタっとおるのはわかるので、ああ、このままやったら何かわからへんもんに私顔は覗き込まれるのに違えるか、というふうにまあ彼女思ったんやけども、うん、その時に、突然ね、ズン、ズン、ズンというような、何かをその足で、その両方の足でね、交互に踏みしめるような、うん、すぐそばから聞こえ始めたらしいね。交互に。うん。ズン、ズン、ズンっていうのはね。うん、何の音かなと、ぼんやりこう考えてたんやけれども、その音の出どころがすぐ分かったわけね。うん、それは、暑いので布団から放り出した自分の枕、うん、それを踏みしめる音やね。うん、でその枕を両足で交互に右左と踏みしめてズンズンズンという音を立ててる何かが、うん、すぐ自分の頭のところにおるというのが分かったわけだな、うんうん、でうわーっと思って彼女はもうかなりもう恐怖に襲われてしまってそこでその意識を失ってしまったらしいねんな、うんうんで、次に彼女が気がついたらもう朝方のもう4時半ぐらいだったらしいんやけれども、で、ふっと目を開くのも7月なんでね、廊下の方から薄いやす、もう朝日が、まあ、差し込んでいたと。で、ああ、なんか変な夢なのか、現実なのか分からへんなと思いながらぼんやりした頭で起き上がって、ふっと思い出したのがその枕のこと。うん、あ、そうやそうや、なんか昨日枕、から変な音がしてたんやと思って、その枕を見たら、何これと思ったらしいね、うん。枕に小さい足跡がくっきり残ってたらしいんですよ。いや、かわいい。うん。だから、ひょっとしてそれは、座敷わらしかなと彼女はその時思ったんやけれどもね。うん。同じそんなことがあって、次にまた2年後、またその部屋に泊まってはんですよ。2回目ね。で、この時は、お母さんと二人で行ったらしいねんな。前回は5人ぐらいで行ってんけど。うん、で、まあ、2年後やから彼女もちょっと大きくなってたので、まあ、中学生くらいだったかな。まあ、深夜、お母さん寝てしまったので、そのエンジロまで、うん、任天堂 DS でね。うん。らしいねんな。任天堂 DS。そうそうそう。これが。数年も。そしたらな、うん、この廊下やねんけれども、廊下にね、ギシギシギシという感じで、誰かの足音が聞こえてきた。うん。うん。で、天寿の間というのはさっき言ったように離れになってるので、うん、その寝る時間になったら、その宿の人がね、離れのその廊下の入り口を閉めてくれるねんな。うん。だから他人がその天寿の間に入れないようにしてくれてるわけなんですよ。うん。うん、だから、
その廊下の足音が聞こえるっていうことは誰かが入ってきてるはずやねんけれども、うん、その入り口を開ける音もせんかったわけやねんな。うん、急にその廊下の真ん中あたりからギシ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 という奇妙な足音がまあ聞こえ始めた。うん、でその音というのはギシギシその歩き音を立てながら、廊下からだんだん部屋のある、自分たちがいてる部屋の方へこう、ゆっくりと近づいてくるようなね。うん、そんな感じがどうもすると。で、それは、ついにその部屋の前まで音を立てて来よったわけやね、うん、うん。で、その時彼女は初めてゾッとして、お母さんお母さん、なんか来てるなんか来てる、お母さん起こしたわけやねんな。うん、それと同時に、その、声に合わせてピタッと足音は止まってしまったらしいね。うん、お母さんもその何度も起こされたんでね。何言ってんの、座敷わらしが来たんじゃないのみたいな感じで、こう、でもけ半分、冗談半分、わけねえな。うん。うん、で、だけども足音も聞こえへんようになったし、もう大丈夫かなと思って、その、彼女は、そのまま布団に入って寝るのもまだ怖いってね。うん、このままちょっとゲーム続けよう思って、また DS 始めたわけやねんな。うん。そしたら今度は30分くらい経った時に、部屋に置いてあるその床山にまあ人形とかいっぱい置いてあるんだけどね。うんうんうん。その中のおもちゃの一つから、ピピッ、ピピピピッ、ピピッピピッという鳥の鳴き声がしたわけやねん。おもちゃのね。うん。うん。電子音みたいなおもちゃの鳥の鳴き声がした。うん、で、このおもちゃというのは、あるいの分かってたんやけれども、そのおもちゃというのは、その人が触ったら、こう、泣くような仕掛けになってるわけやな。うん。うん。だから、お母さんは当然、もう寝てしまってるのでね、当然触ってない。で、彼女はそのゲームをしてるので、床に、の間の方には近づいてもおらん。うん。で、最後、そのピーピー、ピー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 っていうことで、その鳥の子がずーっと泣いてるので、うん、甲高いからお母さんもとうとう、その目が覚めてしまったわけだよな。うん。うん。で、ああ、これ本当にあんたあれよ、今座敷わらしが来てるかもしれないね、というようなことを言って、うん、でその、ちょっと気味悪そうに部屋のあちこちをこう見渡したり、まあしてるわけやねんな。うん。で、その鳥の電子音の声というのは結構甲高いので、その深夜の宿やからね、うん、あの結構あちこちの部屋に、なんとなく聞こえてしまったわけやねんな。うん。うん。そしたらその、やっぱり聞こえていくんで、他のお客さんもちょっと目を覚ましてしまって、なんか変な音が聞こえてるで、みたいな。それもエンジンの間の方から聞こえとるぞ、ということで、まあ、ちょっとしたこう騒ぎになってしまったわけやねんね。うん。で、他の部屋に泊まったお客さんも、まあ、随時起き出して、まあ、ちょっと遠慮がちにね、ちょっとなんか、そっちの部屋から変な音が聞こえてるんですけど、それ何ですかね、ということで、聞いたら、いやいや、先からね、実は、その鳥の、おもちゃが勝手に鳴り出したんですよ。ええー、ということで、ちょっと入ってみますか、入って、いいですかということで、みんな入ってやってね、何か。うんうんうん、で、見ると、やっぱり所まで鳥のおもちゃが勝手にね、手をパタ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 刺しながら泣いてるのを見て、うん、何やこれはというふうに、うん、まあみんな驚いてたわけやねんね。うん、で、それ時に、まあ、じゃあそこにちょっと写真撮りましょう、言うて、みんなでこう写真を撮ったりしたんやけれども、うん、その時に撮ったところの写真、ほとんどの人の写真に、真ん中のあたりにくっきりそのオーブが出てたらしい。うんうん、だから、わからへんねんけれども、ただその鳥のおもちゃというのはこのオーブにね、反応して、泣いたんちゅうかな、うん、というようなことでね。言うてはったけどね。中学生の時に、うん、自分の寝室で寝ていまして、うん、私、暗いの怖いんで、絶対こう、ちっちゃい電気つけて寝るんですけど、うん、で、夜中に寝つけなくて、寝苦しくて、ふって目を覚ましたら、まあ、目開けたら普通に上、天井じゃないですか。うん、で天井に、毛玉があったんですよ。毛玉クロクロスケ白いんです。なんか、まあ、電球色に照らされてるんで、まあ、クリーム色っぽくは見えたんですけど、うん、結構な大きさ、20センチぐらいの大きさの毛玉が大きいんですよ。で、何これって思って、うん、で、とりあえず見てたんですけど、動かないんで、こう布団から動かないんですよ。で、布団の上にこう起き上がって、ベッドの上に立ち上がって、
まあちょっと届かないんですね。まだ背ちっちゃかったんで、でとりあえずどうしようかなって思って吹いてみたんですよ。そしたら気がサワ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 って言えるだけで、別段その物体が動く気配もないんで、ちょっとなんかつついてみようかなと思って、部屋にあったこう布団叩きうち2階だったベランダがもうすぐそこで、そこにあの布団を垂れてたんで、布団叩きが置いてあったんで、それでこうシューって伸ばしてちょっとこうつついたんですよ。そしたらなんかプルプルプルって震えたと思ったら、シュルルルってちっちゃくなって、しっぽ天井の中に入るみたいに消えちゃって、あれ何どっか行ったどっか行ったって、でも逃げた風じゃなくて消えちゃったんで、あれ何だったんだろうって思って、大人になっていろいろこう話を聞くと、それどうもケサランパサランじゃないかと。僕はあの神奈川に割と今親戚が当時から多いんですね。でやっぱりあの海側のところにね、こう住んでる人が多くて、で鎌倉、北鎌倉と辻堂、今辻堂じゃなくて今藤沢になっちゃったんですけど、にねいたんですよ。でね、その鎌倉の家に住んでた、まあ、僕のあの同い年のいとこがいまして、でそこへねよく夏になると、まあそこか辻堂がどっちかへよく夏場、夏休みで泊まりによく行ってたんですね。で、ある日のことなんだけども、こう遊んでる最中で、そこの家のお父さんっていうのが出てきて、で、まあ、ある、歩いてそうですね、子供の足で15分ぐらい歩いたところにある家があってね、そこまで、なんかその、アジの干物を届けてくれって言われたんですよ。で、まあ、後で行くねって言ったまんま忘れてて、ずっと遊んでちゃって、遊んじゃってたね。で、夕方になって家帰ってて、干物持ってったから、ああ、忘れた。いいか、お前。持ってってくれって頼んだのは昼間のうちなんだから、それを忘れたのはお前の勝手なんだ。今から行ってこいって言われてね。それで、いきなりもう道暗いし、街灯がないところだから、とにかく。でね、明かり持ってけって言われて、提灯も出されたんだよね。これがすごいし、そんなに昔の話じゃないけどね。風情がありますね。そうそう、風情。よく言えば風情なんだけどさ、懐中電灯なかったのかと思うんだけどね。で、ちょうちんにこう、火を入れてもらって、これ持ってけって言われて、それを持って歩き出したの。すごいよね。俺多分その姿こそね、遠目に見たら妖怪だったと思うんだ、多分。そうでしょ？だってさ、片方にはさ、こう、縄でくくられたアジの紐だったよ。ねえ、で、もう片方にはさ、小田原城地持ってるわけだから、それはどう見たって尋常じゃない形だよね、それ形的に言ってね。で、そもそも行ったんですよ。それね、お地蔵さんだとかね、道祖神だとか、とにかくそういったものの多いところで、そういうものをこう横目にね、しながら、うわー怖いなーと思いながらね、それをずっと歩いてったの。僕がね、実はそこの家って、もちろん昼間何回かスイカごちそうになったことのある家でね、まあ、公園に当たる家みたいなんだけど、で、そこの家に行くまでにね、昼間はなどうってことないんだけど、夜だとね、絶対嫌だろうなと思う箇所が一箇所あるの。っていうのはね、あの、左側に割とこう、そうと茂った、こう、妄想岳のこう、竹林があって、で、反対の右側が笹やぶになってるんですよ。で、道自体がね、すごい狭いの。で、ちょっと砂っぽくてね、下が。そこをね、こうずっと歩いていく。車なんかも全然入れるような道じゃなくて。で、たまになんか農耕地、農機具かなんだろうね、こうガタ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 って、そんなのがこう昼間通るような、そんな道なんだよね。でね、そこをね、こうとぼとぼ行ったんですよ。で、ああ、これもう少したら、あの、竹やぶんとこだな、と思いながら、ずっとこう入っていくの、その道をね。長さ的にはね、100メーターぐらいあるかな。で、提灯を右に持ってる。提灯ってのはね、これ稲川さんも言ってることなんだけどね。あの、その周りがパーッとこう明るい。だよね。そうそうそう。その周り以外がね、真っ暗になるんだよね。なんかね、おそらくその、なんていうの、光と闇とのその、差がはっきりとついちゃうからっていうことなんだけどね。で、それをね、こう、もっとずっと歩いていったらね、もう、中ほど、もう、いい加減中ほどまでたどり着くだろうと思うあたりまで来たときに、
右側のその支え分の中でもってね、自分の歩調に合わせて一緒にこそ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 って歩く音が聞こえ出したのね、うん。それがいきなり自分の横からいきなりわざわざってこう鳴り出したんじゃなくて、どうもその遠い奥の方から、少しずつこっちの方へこう、僕と同じぐらいのその歩調で、ガサガサッとこう近づいてきてる感じなのよ。うん。驚いたんだね。で、びっくりして、えと思って、その、支え部の方へ、右の方へ、スーッとその、提灯を向けるとね、支え部の中に、提灯を持って何かがいるの。真っ暗なんだよ、周りは。で、あ、びっくりした。人だと思ったんだね、俺。だからその、提灯があるわけだから。そしたら、俺がそれ立ち止まってたらさ、その提灯がこう動くわけだ。だどんどん出てくるのよ。やっぱりこう斜めにずっと突っ切りきてるんだね。それからその、そうそう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 。で、その、人間だったら普通はそれをこう、なんていうの、かき分けながら普通はこう、支え部っていうのを歩くんだろうけども、そうじゃないんだよ。まっすぐ、かき分けることなくまっすぐ突進してくるんだよね。これで、何を、誰、何をしたんだろうと思って見てたら、その何者かがどん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 その支え部の中をずっと歩いてくると、どんどんその姿がこう見えてくるじゃない、こっちにさ。最初はその提灯の明かりだけが見えてたんだけども、だんだんその提灯を持ってる何者か自体のその姿が見えてくるわけだよ。シルエットがおかしいの。普通の人間であれば、当たり前に、こう、そこそここう、するとこう、縦に長い。そうじゃない。まん丸いの。まん丸くてでかいの。体調にすると本当に当時の僕と同じぐらいの身長あったと思うんだよ。そんなのがね、向こう、その、支え部だから、そう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 って、ずっと来て、ほいで、僕の、そうだね、4、5メーター前のあたりに、ポッと出たの。支え部から。ほいで、それがさ、まん丸い、その、毛がこう、ぼーっと生えててね、まん丸いものの真横から、ひょこっと手が出てて、ほんで、それが、その右手でその、提灯を持ってんだよ。そこにね、何かが書かれてたと思う、多分。でも、それが、何だったかわからないし、今じゃあ、ちょっと図に書いてみろって言われても、ちょっと、書けないんだけどね。なんかその、何かの、家紋とは違うんだろうな、なんかこう、ちょっと三角っぽい何かその、絵のようなものが書かれてたと思う、多分。で、そのままこう、ガサ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 って、パタッとその支え部から出てきた時に、一旦そいつがふっと、まるで人間で言えば、って感じでさ、そこで一旦もその、立ち止まって、ほんで、そこからまた歩き出すんだけど、そしたらもう、おかしいの、ひょこたん、ひょこたん、ひょこたんって歩くのよ。その、手を両側からニュッと出して、で、こう足でさ、短い足でね、ひょこひょこひょこと歩くんだけどさ、それがこう、歩くたんびに、あの、なんていうの、変な息遣いが、こう、って聞こえるのよ。で、それが斜めにその道を突っ切って、左側の竹やぶの中に消えてた。おー、で、もう、提灯投げ出しちゃって、提灯燃えちゃってさ、投げ出しちゃってさ、おー、で、家へ戻ったんだよ。そしたらもう、その親父が、まあ、おっかないからって、お前、そんな変なことをお前、嘘ついたってダメなんだよ、お前、って言われたんだけど、さすがにね、その時は、俺のその顔色見て、なんか嘘じゃないって分かったんだろうかね。じゃあ、いよいよ分かった。じゃあ、もう一緒に行こうって言って、まあ、そこのいとことね、俺とその親父さんの3人で、それ戻ったんだけど、やっぱり、その調子に燃えた跡があるわけだよ、そこにさ。そしたら、ここでかって言うから、ここでこの右側からこう、ガサガサと出てきてって言ったのよ。そしたら、その時にね、まあ、その親父さんも亡くなっちゃっていないからね、なんともその確認することもできないんだけども、ああ、もしかしたら、何々塚の何々かなって言ったんだよな。友達から聞いた話で、で、彼女は当時大学生だったので、で、あの、一緒に付き合ってる人がいたらしいんですね。で、まあ、お互いの家を行き来したりして、で、まあ、彼の家に泊まったりして、っていう生活をしていて、で、ある日、あのまあ子供ができてしまったと。だけど、まあ、まだお互い大学生だし、
ちょっとこれはまあ難しいねっていうことで、で2人で話し合って、じゃあまあ手術をしましょうっていう話になり、で、まあ、当時その、彼女の方だけ、手術をして、で、帰ってきた。帰ってきたって言っても、その彼が住んでいるあのアパートみたいなところに帰ってきて、で彼女はその時休んでたらしいんですね。でその休んで寝ていたら、あのお台所の方とその彼女が寝ている部屋との間に、多分ガラス戸みたいな、こうちょっと曇りガラスみたいなガラス戸があったんだと思うんですね。で寝ていたらドアがガッチャって開いたんで、その心配した彼が帰ってきたのかと思ったら、そうじゃないものが入ってきたと。で、それがその台、何かが入ってきて台所のところを回ってると、動いてると、でそのシルエットが見えるんだけれども、こうなんていうのかな、頭があって胴体があって、でも足がどう見ても一本なんですって。でそれがこうぐる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 ではなくて、体をこう旋回させるように、左右に振るようにして動いてる、すごく変な動きをしたものが、その台所のところをあのぐる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 回って、でこう自分のその部屋に入ってこようとしていたって言うんですね。ですごく変なものを見ちゃったって思ってたんですって。なんかあのちょっとこうシルエット的に串に刺したおでんみたいな、なんかそういうシルエットのものが、そう、一本足、かかしみたいな、なんかそういうような形だったらしいんですよ。スカイフィッシュとは違う動き、人ぐらいの大きさのものがこう左右にバタバタするように、でもぐるぐる回ってた。で変なものを見たなと、まあちょっと自分がそういうちょっとまあ悲しいことがあったから、精神的に不安定になってたんで、変なものを見たのかなっていうような感じで思ってたんですって。そしたら、まあ、あの女子大生同士っていうかね、あ、お友達がいるじゃないですか。そしたらそのお友達も、やはり彼女と同じような状況になって、で、まあやっぱりどうしてもそういう風にならざるを得なくなったって言って、で、彼女もやっぱり同じように、まあ、手術をしたらしいんですね。それでしばらくして会ったら、彼女が、あの、手術して帰ってきて寝てたらすごく変なものを見ちゃった。夢かどうかわからないけど、すごく変なものを見ちゃったんだっていうので、で、聞いたら、見たら同じものだったんです。私がそれで思ったのが、あの昔赤ちゃんをあやすための断然太鼓ってあった、丸い太鼓で、で棒のところにこうお豆がついてて、両方でくる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 っとすると、こうでん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 ってそのお豆が太鼓を打って、でこうそのか形じゃないかなって私は、だから私はそれをでんでんって名付けたんですけど。名前は可愛いけど、ちょっと悲しいっていうか、ちょっと怖い妖怪なんで。夜道を車でドライブしてたんだそうなんですけど、ちょっとあんまり詳しくないところで遠出しちゃって、道に迷っちゃったんですって。で、何回その道をやり直して、もうまた同じところに出てしまって、どうしてもその帰れないって。もうこれ何回目っていうぐらい、その同じところぐる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 回ってて、どういう生き方をして同じところに出てしまうっていう体験をしている途中にですね、後ろからあのその時は1台も車なかったんですけど、ものすごいスピードで追っかけてくる車が1台だけあったんですよ。であのもうそれもありえない、もうこのままだったら衝突されるぐらいの勢いでバーって近づいてきて、そしたらスッて自分の左側から、あの左側に連れて自分の車を追い抜きかけるような感じで、左から追い抜きをかける。でもね、よく考えたらその道、あの左側に道ないんですよ。で田んぼなんで、この左走ってるの何と思って見たら、真っ赤なスポーツカーなんですけど、あのちょっとこう並走する形で、追い抜きしばしなくて並走する形でずっと走ってる車、すごいスポーツカーやなって見てるんですけど、よくよく見たら、タイヤが燃えてるんですって、四輪とも。ずっとこうメラメラ燃えたものがブワーってこう回ってるのがついてきてて、中は人が乗ってるかどうか見えない。
で、そのうちしばらく、どないやないやと思ってたら、追い越していったと思ったら、ものすごいスピードで離れていって、ふわって消えていなくなっちゃった。支笏湖のね、うん、湖畔に向かっていく、年頃、今、北海道の人聞いてたら、多分分かると思うんだけど、昔よくね、昭和の時代に、固めのセリカが出るっていう夢だったんですよ。あ、うん、あ、なんかそれ系の話、ちょいちょい聞きますけど。うん。ライトが片っぽしかついてない、セリカが後ろからすごい勢いで、バーッとこう、後ろから煽ってくる感じで、こう、ついてきて、うん、で、やっぱり飛ばすやつらが多いからね、夜なんか、その行くやつらは。うん、それで、なんだこの野郎って言って、ガーッと加速すると、もうめげずにどんどんついてくるのって。うん、でやっぱりどう見ても、ほら、当時の車ってさ、こうルームミラーじゃない、ミラー見ると、大体ライトの配置とか、なんかのイメージでもって、大体何の車かわかるじゃないですか。うん。うん。それが、これ絶対セリカだな。でも、片っぽライト消えてんだなと、危ねえな、こいつってこう思いながら、バーッと飛ばしてると、支笏湖の道っていうのは、最後の方でね、こう完全なヘアピンがあるんですよ。ぐるっと回る、うん。うん。そういうコーナーってね、支笏湖の道ってあんまりないんだけどね、うん、最後に一箇所だけあるんですよ、ヘアピンが。そこの、そのヘアピン、ちょうど一番こう、ガーッと曲がってるところの向こう側ってのはね、こう石塀みたいな、こう、高いこう、コンクリートで打ってある、塀があるんですよ。うん、そこにこう吸い込まれて消えていくっていう。私の友達が経験してる。多分、ファンキーアワーで話したと思ったけど、うん、第三景品の入り口の近くのところ、夜走ってたら、うん、ものすごい勢いで黒か白どっちだったっけな、セリカに抜かされて、彼女はすごい、ごめん、もうすごい負けん気が強い人だから、向きになって抜き返そうとしたけど、うん、もう見当たらないんですって、うん。っていうよりか、消えたっていうのね。うん、で彼女はもうものすごい絶対抜いてやろうと思ってたから見失うわけがないのに目の前で消えたんで、うん、でそういうのあんまり信じたりする人じゃないんだけど、うん、近所に交番があるのでそこに行って、うん、今こういうセリカを見たんですけどって言ったら、うん、ああまた出ましたかって。伊豆ってさ、それは俺半島になってるじゃない、そのさ、はいはい、伊豆半島、うん、で海側だけじゃないんだよね、こう道っていうか、うん、そう、山側へ入っていく道ってのもあるわけよ。はい。要は、あのあたり気持ち悪い。修善寺のあたりのところですよね。うん、そうそうそう。あのあたり気持ち悪いです、ね。そう。で、うん、それをね、道もわからないのに、こっち行ったら多分あそこへ出れるだろうっていうんで、そこ、その山道入ってったんだって。うん。そしたら、どうもね、その道ってのはね、ダートライアル、ダートトライアルね、やる連中がガンガン走る道らしくて、うん、何年も前から来るんだって。で、危なっかしいなって、ほら、ほこりもすごい、ばーっと立ってくるもんだから、うん、結局、ほら、小石なんかも飛ばされて、パチパチパチって車に当たったりするらしいのよ。うん、なんか、厄介な道、こう迷い込んじゃったなって思ってたんだけど、彼女が横に乗ってるもんだから、いいとこ見せてやろうと思って、こう一緒に飛ばしたらしいんだよ、そこ。うん、そしたらね、後ろからこうミラー見てたら、ヘッドライトとは別に、こう、フォグランプとかスポットランプなんかをいくつもつけた連中、昔ってそういうの流行ったからさ、ダートラでもさ、うんうん、そういう奴らが後ろからバーって近づいてきたのが見えたんだって、こうミラーで見た、うんうん。で、ああ、なんだよ、こっちの進行方向にも来ちゃったよと思って、まず先に道譲ろうと思って、左の方へウィンカーをつけてスーッと寄ると、そいつも寄るんだって一緒になって、うん。で、気持ち悪いじゃない、これ。うん。え、ちょっと待ってよ。そしたらその彼女、どうしたのどうしたのと、いやいや、とんでもないよ、大丈夫、大丈夫。って言って、またそこから、ガーッと加速していくと、それにめげずに、うわ後ろから、うわーってついてくるんだって、その車が。で、最初は、ただついてくるだけだったんだけど、そのうちにそれが、スーッと離れたりとか、近づいたりして、で、近づいた時には、右側の方へ、ガーッと出てくるんだって。だから、本当になんか煽ってる感じだよね。うん。そこになんか尋常じゃないものを感じたもんだから、うわやべえ、こいつな、こんな山の中ですね。やばいったな、これの変なやつだったらどうしようと思って、そのままぼーっと走ったら、そのうちにこの後ろからそのついていってるそいつが、ビビビビーってクラクション鳴らし始めた。感じ悪い。うん。ほんで、うわ、これもうダメだ、これもう本当に一回止まってね、お前って話しないとダメだなと思ったもんだから、そいつあんまり喧嘩得意なやつじゃないのね、そいつ。それでも一応、クラクション鳴らされちゃったらさ、もう引っ込みつかないじゃない、正直言ってさ。で、左寄ったって、左寄っちゃうんだろ、そいつも。で、またどうせ自分が左寄ったら、一緒に左寄るんだろうな、と
と思って、もうこれ、一回降りて話しないとダメだなって、そこで腹くくって、左側の方にずっとウィンカーを上げて、ちょっと広くなってるっぽいところがあったから、そっちがずっと寄ったんだって。そら、その車が今度は、一緒に寄ってくんじゃなくて、ガーって右側をまくってくんだって、自分を。あ、これ、寄って俺行っちゃうんだと思ったら、自分の横に来て、ピャーって止まるんだって、左。そしたら、その助手席にももう一人乗ってて、それからその窓を開けて、なんか言ってんだってさ。そしたらその彼女の方が、ね、なんか言ってる、なんか言ってるよ。ね、なんか言ってるって言って、いや、わかってるよって言って、恐ろ恐ろ窓を開けてみたら、あんたさ、あんたやばいね、あんたやばいやばい、やばいよ、あんたやばいよって言って、わーって言っちゃったんだ、その車が。なんだか意味がわかんない。意味わかんない。で、なんだよ、気持ち悪い。その彼女も、何がやばいの、なんなの、ちょっと気持ち悪いんだけど、なんなの、なんなのって言いながら、そっからとも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 走って、なんとか舗装道路のところまで出て、で、その水銀灯がこういくつかぼつぼつと出てきたところに、自動販売機がいくつかこう並んでるところがあったんだって。で、そこ行って、とにかくコーヒーでも買おうやって言って、左側にこう自販機のところにね、車を止めて、で、2人で降りてったんだって、で、自販機でジュースを買って、じゃあ戻ろうかって言ったら、その彼女が、女性にもちろん女性に乗り込むわけじゃない。助手席側に回ってきたその彼女が、いきなり今買ったコーヒーをカコーンと落としたのが分かったんだって、その、運転席から見てて。あ、どうした何やってんのお前って言ったら、そのままなんか固まってんだっていう彼女が。で、一点見、ずっと見たまま固まってる。それ見てる先ってどこかっていうと、その車の天井だったのね。で、え、どうしたの何見てんのって言ったら、いきなりその彼女がうわっと口を押さえて、あーって叫んだっていきなり。で、そいつはびっくりして、うわ、なんだよどうしたのよって言って、その彼女が指さすのを見たら、そこの、その自分のその車の天井があるじゃない、ルーフがあるじゃない、そこのところに、今自分の車ってさ、その、きれいに、さっきまできれいに洗ってあったんだけど、その砂利道を走っていったことによって、ほこりだらけになってるわけじゃん。だそこに、バーンとこう手の跡がついて、それが後ろの方へずーっと下がっていったんだって、その手の跡が。で、リアウィンドウを、その手の跡が、そのままリアウィンドウをずーっと通過して、一番その下のそのトラックが切れるあたりでスパッとその手跡消えてるっていうのよ。それがすっごい真新しいんだった、それ。京都の中で心霊スポットとして有名なのは、清滝トンネルいうところがあってね。はいはいはい。ありますね。これは相良の方から清滝というそのところへ抜けるトンネルがあるんやね。で、まあ、全長ね、そんなに長くない。500メーターぐらいのトンネルなんやけどね。狭いね、むっちゃくちゃな。で、昔ね、あそこはそのトンネルというのは、あたこ鉄道という、鉄道が走ってた後でね。それがもう廃止になって、で、そのトンネルは単線やったのでね、そのままじゃあもう道路にしてしまえということで、その道路になって、そのトンネルができたんやけれどもね、そのままになってるんやけれども、その狭いからやっぱり対向車ができへんわけやねんな。はいはい。電車の中で。一車線しかないわけやねん。だから、ということはそのトンネルの向こうから来る車で、こっちから車が両方入ってしまうとトンネルの中でどうしても行き違いできへんので、向こうとこっちに、信号があるわけねな、トンネルな。はいはい、で、その信号を見て、青やったら入る、赤やったら向こうの車が出てくる、あるいはその、出てこなくても、その時間が経ったら青になるのを待って入るというふうに、まあ一応そういう決まりがあるわけねけどね、信号やから。でね、京都の人がずーっと言うてるのは、そこのその、清滝トンネルというのはいろいろ幽霊が出るという心霊スポットとして有名やしね、その昔はその上に、形状があって、そこで死んだ人たちの幽霊が出るとか、もういっぱいそういう噂がある、まあトンネルではあるねんな。で、その京都の人たちがまことしやかに言うてるのは、ずーっとその坂を登ってきてそのトンネルが見えてくる。トンネルが見えてくるいうことはその信号が、トンネル上にポンと映ってる信号が見えてくる。で、普通はその赤になってる場合が多いねんね。で、手前で止まって赤から青になってからトンネルに侵入していくっていうのがまあ普通多いパターンなんやけども、ずーっと登ってきたらそのまま青になってる場合があんねん。ほんで、よその他府県の人は、お、ラッキーという感じでそのままふわーっと入っていくんやけども、そうするとトンネルの中でえらいことよ。いうことなんね。それ、実際いろんな人が
体験して、こんなことがあった、あんなことがあった、いうことを、まあ、半分嘘かもしれんけれども、うん、報告やっぱりされてるわけやね。うん。うん。あの、先ほど、あの、ホランキさん言ったように、あの、うん、あの、自分のその車の上に何かがドサッと乗ったような気配がするとかね。うん。うん、手形がついてたとかね。うん。うん、あの、ボンネットに上から女の人がドーンと押してくるとかね。うん。いろんなそういうパターンがあるんだけども、あの、そういう、なんか、妙なことが起こると。だから、京都の地元の人たちというのは、上がっていって、トンネルがもし青やったとしても、止まるんやで。一回。で、一回ね。で、それが赤になって、うん、で、もっぺん青になって、初めてトンネルに入っていくというふうに、するぐらいに、うん、なんか、そのトンネルというのは、まあ、あの、そういう、異様なことが起こるということで有名なんやけどね。僕がやっぱり印象に残ってるトンネルっていうのは札幌のちょっとした郊外にあるんですよ。うん。もう今はね、それ実は使われてなくて、で、新しいトンネルができちゃってるんだけどね、すぐ横に。うん、あのね、西区になるのかな、あの、札幌の中心からちょっと離れたところにね、うん、ある トンネルがあるんですよ。手彫りのトンネルでさ。で、ずいぶんその工事が長いことがかかったっていうことがもうまるでわかるみたいにね、なんとなく掘られてるところの様子が違うのよ。うん、途中、ところどころ、あの、レンガだったりとかね。うん、で北海道の方に行ってて、レンガの生産が盛んだったから、うん、レンガだったり、手彫りのゴツゴツが残ってたり、で、コンクリートがこう吹きつけられてるところがあったりね、うん、するわけ。うん、でそこでのその幽霊の目撃例っていうのは絶えなかったのよ。で、うん、俺自身もやっぱり、実はそれ、そのトンネルに関わる話ってあるの、いくつもあるのよ。うん。うん、で、あまりにも、そういったことが、こう、盛んに噂されるもんだからっていうことで、もうね、おそらくあれ、平成にちょうど入ったか入んないかぐらいの頃だったと思うんだけども、地元のテレビ局がね、非破壊検査を行ってんだよ、そこで。そしたら、その壁の中からね、実際にその人の骨がいくつも見つかってんだよ。うん、魔界バスでね、うん、あの京都階段やバスというので、うん、あの東山トンネルにもあるよね、うん、あの京都にね。うん、でそこはあの1号線が走ってて大津江の方へ抜けるトンネルなんやけれども、うん、それその車のトンネルがあったあるんやけども、その横に人と自転車が通るちっちゃい細いトンネルがあるね、同じように。でそのトンネルというのはものすごいなんか昔のトンネルで、まあ昔はあの車1台ぐらいで走れてたらしいんやけれども、今はその人専用になってるんやけれども、やっぱりそのなんていうかな、中にその水が染み込んで、壁が全部こうなんかじとっとしてたりね、それが苔が生えたり真っ黒くなって、人の形に見えたりするような、そういうな気持ちの悪いところを飛んでるなんやけどね。で、そこではそのよく言われてるのは、あの、上からね、そのずさんな工事してたのか、たまたま、その上に生えてる木が、だからかもしれないけども、そのトンネルのその上の割れ目から根っこがずーっと下へ垂れ下がってくることがあってね。うん、でその根っこのところがこう輪っかになってたらしいんだよな。うん、で、地元の人は危ない危ないってそれを避けながら自転車で走らせたんやけれども、何も知らんやつが夜中に、そのトンネルの中真っ暗いからね、あのバイクでダーッと走っていって、その根っここに首が絡まって、首がズコーンとちぎれてしまった。というような話があるようなトンネルなんですよ。で、まあそういう首なしライダーがそこを走るよ、みたいな話があったりしてんだけどね。で、それはまあまあ、あの、都市伝説かな、みたいな感じで最初聞いてて、まあそういう話ネタがあったので、そういう話をしながら、お客さんをこのトンネルに案内してね、じゃあこのトンネルを歩いていきましょう、って往復させて、うん、で帰ってきてから、じゃあ、あの、ぼちぼち次行きますので、あの、写真とおっしゃっとってくださいね、って言ってたら、うん、その中学生ぐらいの男の子がね、うん、トンネルの入り口、上に何々トンネルと東山随道とか書いたんだけど、うん、そこのところを目指してパチッと取り寄ってな、
4時間でね、うんうん、でそれをあの彼はもっぺんこう見てた時に、あっおっちゃんおっちゃんって言うね、あれどうしたんって、変なもん映ってんねん言うねんな、え何が映ってるの、これ顔違うって言うねんな、でそれを画面見たら確かにトンネルの上部、円形になってる、半円形になってる上部のところに、東山隧道って書かれてるようなプレートがあって、その上に暗いところがあるんやけども、そこに紛れもない男の顔が映っとったんや。うん。それはもう自分、俺も確認してるしね、その男の子もそれ見て、なんか震えとったしね。うん。うん。あ、これは良くないなと思ったから、これ、あの、すぐあの、削除した方がええで、っていうふうに、一応は言うてんけどな。うん。だからなんかそういうことがね、平気でやっぱり起こるな。中央道と関越道をつなぐ圏央道ってのができてるんですよ。はいはいはい。知ってますね。うん。この圏央道ってのはゆくゆくは東北道の方までずっと伸びていくんだけどね。東北道、常磐道の方まで。で、今その途中までできてて、その関越にはリンクしてるんですよ。うん。でこれはね、僕のお台場である仕事があって、で、その帰りに、まあ、そこをね、横をこう、車で通ることがあったんだけど、ある日ね、僕は、横田基地に関係してる、ちょっと、白人の女の子を乗っけてたの。うん。うん、何なんか、何思われるんですか、そこで。いえいえ、どうぞどうぞ、はい。そしてずっと帰ってくるときに、その、中央道から、途中からね、八王子のインターを過ぎてしばらく行ったところを、この右の方へ、ずっとその圏央道へ上がってくるわけなんだけど、するとね、中央道から圏央道に入ると、すぐ現れるトンネルが、八王子城址の真下を通ってるトンネルなんですよ。しかもその名前が八王子城址トンネルっていうの。いや、まんまだ。うん。で、そのトンネルを、もう夜結構遅かったんだけどね、その、バーッとこう、一回左の方へ、ずっとこう速度へ上がる感じになって、それで、中央道の上をずっと渡って、そのトンネルに入っていくんだけどね。うん、で、俺はいつもなんかその緊張するんだ、そのトンネルに入るとね。うん、で、うん。だから、その時もなんとなくちょっと嫌な感じがしたんだけど、そこずっと、トンネルに、今まさに入ろうとした時に、その右側にその助手席に乗ってるその彼女がすごい悲鳴を上げたのよ。うん。ギャーって。で、そっから顔伏せてまんまになっちゃってさ、で、横田基地まで行ってからしかいけないから、で、そのまんま、とにかく、一回青梅のインターで降りるわけなんだけど、で、青梅インター降りて、で、基地までついて第5ゲートからなんか入っていくわけなんだけど、でね、その、まあ、降ろす所定の場所があるんだけど、そこまでずっと行ったときに、どうしたのって聞いたの。どうしたの、うん、そしたら、着物を着た、真っ白いね、着物を着た真っ白い女の人が、うん、山の上からうわーっと降りてきて、で、自分たちの車のギリギリ前のあたりまで、また上にうわーっと上がってったっていう。例の、踏切の話があるでしょ、僕。うん、時に住んでたマンションでの話なんですよ。うん、これがね、まあ、そうだな。大手私鉄沿線沿いって言うしかないだろうな。これ、言っちゃダメだろうな。うん。で、まあ、駅がね、そうほど近かったこともあって、まあ、僕は、まあ、めったにその、電車を使うことってのはないんだけども、うん、まあ、周りが割とこう、賑やかだっていうこともあってね。で、そこ、まあ、もちろん、一番の理由はペット科だったっていう、ことなんだけどね。で、そこを借りてたわけなんだけども、うん。そんなね、郊外にあるくせにね、結構高いんですよ、家賃が。でね、もう、それでもなんだかんだ言ったと6年ぐらいそこで事務所として使ってたんだけどね。うん、で、そこにね、引っ越しをして、で、少し、ほんのに何日かした頃にね、それ引っ越し祝いだって、新居の祝いだって言って、友達連中が集まってくれたんですよ。うん、で、まあ、平日だったこともあるんでね。まあ、そんな遅くまでとは思ってたんだけど、気がついたらもう夜中2時になってて。で、もう電車がほら、終電が終わっちゃうともう、本当にもう、シーンとしちゃうんだよね、その周りっていうのは、うん。飲み屋街も確かにその、駅の周辺にはあるんだけども、でもやっぱり、ね、みんな、終電で帰りたい人だとかさ、なんか、やっぱり、ね、多いもんだから、
うん、そろそろ2時とか3時とか言うともやっぱり支援としちゃうわけですよ。うん、でね、おお、こんな時間だ、俺も帰るわ。おお、そうか、本当だ、こんな時間だ、俺も帰る、俺も帰るって言って、3355みんなが帰り、自宅を始めてね。じゃあ下まで送っていくよって言って。当時僕が住んでたのは8階だったもんだから、エレベーターで下までみんな送ってって。それで、まあ、その、僕が住んでたマンションのその前の道っていうのが、6メーター道路があるんだけど、左の方へこう、降りていく。一方通行になってて、当時は。で、あのね、そうだね、今はね、もしかしたら、交互通行になったのかな？当時はその左の方へ、緩やかに下り坂になってるんだけどね、うん。で、それをちょっと左の方へ降りていったところにある、あの駐車場があって、そこにやつら車止めてたもんだから、そこまで送ってったんですよ。で、じゃあね、ありがとうねって言って、おお、また来るわーって言って、じゃあ、さよならって、おやすみって、みんなブーっと帰ってった。で、僕一人残って、で、なんとなく雨がこう降り出しててね。うん、で、さあ、部屋戻ろうと思って歩き出した時に、ふっと左側を見て、まあ一本の電柱があるんですよ。その電柱のところを、あ、そういえば、と思ったの。それね、何かっていうとね、ちょっと気になることがね、実はそこに引っ越しをしてきた日からずっと気になることが一つあったんですよ。うん。それ何かっていうと、そのマンションのちょうどその真ん前にある、その向かい側っていうのかな、その6メーター道路を渡った側にある一本の電柱があるんだけども、うん、その電柱の根元にね、花束とビールだとかジュースだとかコーヒーだとかね、なんかそういったものがいっぱいバーっとこう、そこに置いてあるわけさ。うん、こんなね、みんな、こうだって車飛ばして歩くとこじゃないし、こんなとこで誰かあれなんだな、俺、交通事故かなんか亡くなっちゃったんだな、と思ったわけ。思ってたわけ。でも、不思議だな、こんなとこで亡くなるかな、まあ子供がね、多いほどもそのお年寄りかなんかだったら話は別だけど、と思ってたんだよね。うん、で、僕がその坂の下の、いやいや下の方へね、ずっとこう、送ってったもんだから、そこをずっと登ってきたのに、その電柱の横を通らなくちゃいけないですよ。で、その電柱何気なくそれ気になってたからね、その、ちょっと横目でチラチラと見てたんだけども、え？と思って立ち止まったの。それ何かっていうとね、その電柱の向こう側にスッと人が隠れたんですよ。うん。電柱だよ？そんなに太もんじゃないよ、普通電柱ってさね。うん。なのに、その向こう側にスッと人が入った気がしたわけ。その時にその瞬間的に見えたのが、グレーっぽい作業着、上下の作業着着たね、うん、男の人なんですよ。で、あれ、何と思ったから、ちょっとこうずっと歩いて、向こうがずっと覗き込んでみた。で、どう考えても電柱の向こう側に人なんて隠れられるわけがないね、うん。よほどその幼稚園児だとかさ、ちっちゃい子だったら別だけどもね、そこそこ当たり前に身長のある大人方よ。体格もある大人が、僕は隠れられるわけがない。そんなわけねえなと思って、俺も気の迷いだと思ったから、そのまんまそのエレベーター乗って8階に上がろうと思ったわけ、うん。で、エレベーターのエントランスっていうのがあってね、そんなに大きなエントランスじゃないんだけども、そうだね、畳6畳、8畳ぐらいかな、うん、で、そこに各階のこう針がついてるポストがついてて。で、そのエントランスに入るためにガラスのこう引き戸があるんだ。その戸をこう開いて、一歩入ったんですよ。で、エレベーターのボタンを押して、すると、ガーッと開いたんで、僕はエレベーターの中に乗り込んだわけ。うん、乗り込んで、表を向いてボタンを押すじゃないですか、普通。うん、でしょ？その時はもちろんそうしたわけ。そしたらね、今俺が歩いてきて、今入ってきた、そのドアの、エントランスのガラスドアの向こう側にぴったりくっついて、音がこっちに覗き込んでんだよ。猫は。で、うおー、びっくりしたって俺声出ちゃったんだね。うおー、びっくりしたって言ったわけ。じっと見てるわけ。で、それが、紛れもなく、そのグレーの作業着に来た男だったわけ。で、それが、そこにこう、ビカッとくっついてるね。ガラスにぴったりくっついて、なんか、ずっと込んでる。気持ち悪い。おぉ、なになになに、おぉ、気持ち悪いの、なんだこいつ、おぉ、酔っ払いがなんかなんか、ちょっと待てよ、でも、さっき電柱の向こうに隠れたやつじゃねえかな、と思ったのにはもう、ずっとドアが閉まって、8階に向けてずっと箱が動き出してたからね。ずっと上がってって、8階まで着いて、それ、外廊下になってるもんだから、エレベーターが開いて、一歩外へ出て、で、上からこう、下覗いてみたんだよ。誰もいないんだよね。なんだろうな、気持ち悪いな、おい。と思ってたわけさ。
で、そのまま部屋に戻って、で、僕は、もういい加減寝ないとなと思ったもんだから、で、この時間からもう風呂入るのも面倒だから、まあいいやと、顔洗って歯磨いて、うん、で、パジャマにもう着替えてね。で、犬がいっぱいいたもんだから、それ水が入ってるかなと思って見てみたら、水が空っぽだったもんだから、うん、その水の入れ物を持って台所のところに行って、浄水器ひねって、ずっと水入れてたのよ。そしたら、後ろで、わーわーわーって犬が吠えるわけ。うわ、びっくりした。おお、でっけえ子にやろうと思って、びっくりして見てみたら、こっち向いてんじゃないの。うん、玄関の方見て吠えてんだよ。で、その玄関の横に、壁が、そうだね、一軒ぐらいの壁があってね。で、その壁の、もうちょっと左側のところに、ちょっと窓があるの。その窓ってのが、中にこう、あの、針金が入った、斜めにこう、針金が入った感じの、こう、すりガラスみたいにこうなってて。で、そこのところを、どうもこう、吠えてるのよ。ところがさ、その台所のところからは、その窓がこう、見えないよね。それで、俺その水を持ったまんま、おぉ、ちょっとうるさいよ、静かにもう何したと思ったんだよって、いつになこと言ってもしょうがないんだけどさ、そういうのが近づいてって、そのいつもの置き場のところにその水の入れ物を置いてやって、何気なくその犬たちが吠えてるのを見たんだよ。そしたらそのすりガラスのところからさっきのグレーの音がなんか覗き込んでるのがあって、なんか。気持ち悪い。で、俺その瞬間ね、俺それで頭に来たんだよね。で、おい、この野郎って言ったの、これ。それで、もう玄関がすぐそこにあるもんだから、玄関のところバーッと行って、突っかけ履いて、おい、この野郎ってバーッと開けたのよ。もうどないつけたのと思って。で、今、いたんだよ。俺、それを確認してんだから。で、すぐその横にある玄関のドアをガチャッと開けたわけ。いないんだよ、誰も。ちょっと待って。待って。何これ。ちょっと待ってよ。これちょっと普通じゃないな。うわ、やばい。これ気持ち悪い。と思って、家の中入って、とにかく、もうそこから先犬が吠えないことを祈るしかないわけだよ。うん、で、その日ベッドに入ってから眠られないよね。こう寝られないわけだよ。気持ち悪くて。うん、で、友達のとこ電話したりさ、なんだりしながら、その日はなんとかその時間潰してさ、で朝方になってようやく眠れたもんだからね。少し、いくらがこう、寝たというかさ、もうダミーむさぶるようなもんだよね。で、朝になって、で、普通にまあ仕事してたわけなんだけどね。それからね、何ヶ月、3ヶ月、4ヶ月ぐらいかな、した頃に、もうさすがに、その電柱の下の、を置いてあったその花だとかさ、なんかもなくなってて、あれ一体何だったんだろうなっていう、その記憶もだんだん薄れてった頃なのよ。うん、大家って、そのね、ビルのオーナーってのが、一階上の9階に住んでてね。で、そこに、せがれがいたの。当時ね、その18になったばっかりで、その車の免許取ったばっかりだって言うんで、俺がなんか、あの、くだらない車に下になんだか置いてあるもんだから、よくそういう車の話をしに、うちに遊びに来るようになったのよ。うん、で、そいつといろいろとこう話をしてるうちに、急にね、このこと言い出したの。中村さん、なんか、中村さん、怖い話知らないですかって。なんでって言ったら、いや、俺、実は私好きなんですよね。って。そうなんだって。怖いの好きなんだって。そうか。って言って、なんかありますって。まあ、あるよ。って聞きたいって。いや、聞きたい。お願いしますよ。って言われたんで、今までの俺の体験の中でいくつかこう話をしてやってたのよ。で、うん、怖いですね。もう、それ本当っすかって。いや、本当、嘘じゃしょうがないじゃん。なことあるんだよって話してたら、うん、いきなりそいつがね、こう言い出したわけ。中村さん、今聞いた話って、でも大体、あの、遠いところの話ばっかじゃないですか。なんか、この近所の話ってないんですかって言ってきたわけさ。そこで俺は、その何ヶ月か前の、それを思い出したわけ。で、ああ、そういう近所も何もないよ。本当に、ここの前の話だけどさ、何すか、なんかあるんですかって言われたんで、いや、実はね、その俺のところに、その、引っ越し祝いに来た奴がいてねって、その日それを送ってって、で、帰りにこんなことがあったんだよって。で、家帰ってきたからさ、あ、そこの窓だよ、そこの窓。って言ったら、やめてくださいよって言ったわけよ。いや、本当にそこのその玄関のところの窓のところにぴったり張り付いて、こんなのが見えたんだよって言った通りに、ふっとそいつの顔が、何か一瞬何かちょっと考えたような顔になったの。でね、うん、どうしたって言ったら、いや、
中村さん、それと男ですかねと。そう、男だよ。あの、どんな格好をしたかとかわかります？格好？いや、格好ってね、俺、あの、まあ、本当にじっくり、こうじっとりと見たわけじゃないけども、俺はその、イメージ的なことを言うと、その、灰色っぽい感じの作業着を着てたよって言ったら、うわぁ、マジですかって言ったら、すごい振り上がったのよ、そいつが。何もどうしたのって言ったら、いやぁ、いや、つまってね、中澤さん、ダメですよ、中澤さん、知ってて言ってんすよ、絶対。何をよ、いや、何をじゃないんですよ。いやぁ、中澤さん、やばい、俺、もう少しでちょっと一杯食わされるとこだった、とか言い出して。ちょっとお前何言ってるかわかんない。俺全然何言ってるかわかんない。本当なんだよ。ね、もう一回言おうか。俺本当なんだよ。本当ですか。いや本当に本当ですか。いやしつこいねお前。本当だよって言ったら、うわーうわーそれやっべーやばいなそれってもう頭抱え出したから、お前どうしたの何個も知ってるんだって教えてくれよ。俺さそうだよそうだそうだそうだいい機会だからちょっとお前に聞きたいことなんだよ。お前ずっとここに、もちろん生まれて育ってるんだよな。いや、もちろんそうですよ。じゃあさ、聞くんだけども。ここのビルの前に電柱があるんだろ？電柱の下のところに花が生けた。俺さっきもちょっと言っただろ？花が生けたってことあるんだろ？あれ何？ここで何かあったの？交通事故？って言ったら、うん、いやー、中村さん、ピンポイントその話ですよ。っていう。何がって言ったら、いや、実はね、本当にその中村さんはこの話知らない。っていうこと前提に俺教えますけど、俺その日も実はその下でねたまたま友達とあの自販機のところで持って食べてたんですよ。そしたら市のね市がこう委託のあの瓶とか缶とかの回収用トラックあるんじゃないですか。あれがこう回収に来たんですよ。うん、でうちのあのビルのゴミステーションってわかりますよね。こっちが反対側のこっち側にあるじゃないですか。で、そこに普通だったら止まるんだけども、たまたまなんかその時、そのトラックが行き過ぎちゃって、そこを坂をちょっとね、行き過ぎちゃって、一方通行だから、その U ターンして戻ってくるわけいかないから、そのままバックで上がってきたんですよ。で、ピー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 と音がしたんだ。あ、バックして上がってきた。なんだよ、行き過ぎちゃったんだねって、仲間と笑ってたと。そしたら、荷台に一人若い男の子が乗ってて、で、要はその荷物をほら積み込むためのね、補助のための男の子が一人荷台に乗ってたんだけども、その男の子が、後ろから顔を出して、オーライ、オーライ、オーライってやってたんですよって。で、それを俺たち見てたんですよねって。で、それが、オーライ、オーライ、オーライって言って、ずっと下がってきて、俺たちみんな、おい、やばいやばいやばいと思ったんですよ。それなんでかっていうと、電柱あったじゃないですか。電柱の横には普通、そこに足をかけて登っていくための、こんな振ってボルトがありますよねって。そのボルトと、トラックの荷台の、あの、こう、縦地のさ、あの、なんていうの？その瓶とか缶を積むように、後ろのその煽りが高くなってんだよ。こう、網かなんかで。ね？で、それのその縦の部分、柱の部分と、そのボルトの間に頭挟まれて、で、こみかみに、まともにそのボルトがブルブルブルって入っていっちゃったんですよ。それで、そのまんま、その彼は、そこに、まるでもう宙吊り状態になっちゃって、その途端に手足がバラバラバラってものすごい勢いで痙攣しだして、それでもう、その運転手と、一緒にその補助に乗ってた人が、うわーって降りてきて、その男を抱えて、それを、ボグンと外したんだって。そのボルトから。うん。そしたらそこから、もうすごい太い血柱が上がって、でも見る見る間に、もうその辺がその血のみになってたと。で、その彼は、あの、普通、こみがみにね、その風にこう刺さったって言うとまるで即死のように思うけども、その時死ななかったんだっていうのよ。それで、病院に担ぎ込まれて、病院でその日のうちに亡くなったんだけども、その時の作業着って、中村さん、グレーなんですよ、って言うんだよ。これあの大学生の A 君としとこうかな。うん、A 君というやつが、体験した話でね。この夏休みにね、友達と、まあバイトしてたわけやねんな。で、中華料理屋かなんかでバイトしてんけども、その後まあ二人でようね、ゲームセンターへ行って遊んで帰るというのがまあそういう日課になってたやな。うん、で、ちょうどね、8月のお盆の
日やったらしいんやけれども、うん、その日はそのバイト先がねかなり忙しいて、で仕事が終わったんがもう夜の11時を回ってたらしいねんな、うんうん、で、あどないすんねん今日忙しかったしもう疲れたしもう帰ろうかゲームやっていくかって言ってきたら、うん、友達がね、いやー、忙しかったけど、やっぱりゲームやって帰ろうやーっていうことになって、うん、で、まあ、二人はいつものように、そのゲームセンターに寄っていくことにしてんな、うん。で、ゲーム始めると、まあ、夢中になるんで、もうガン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 やってたら、やっぱりこう、時間もわからなくて、ふっと時計見たら、もう午後の、午前の3時ぐらいになってたらしいんだよね、うん。で、その頃っていうのは、まだ風俗、営業法がまだ制定されてなかったので、午前3時ぐらいでもまだそういうゲームセンターがね、うん、をすることが OK やったわけや。うん。で、最後その、そんな時間やから、次の日もね、朝からそのバイトがあるんで、もうこれあかんあかんいうことで、二人はまあ慌ててね、こち上げてもう帰ることにしたんやけどね。うん、で、その、彼、A 君というのは、小型のね、70cc ぐらいのバイクに乗ってて、うん、で、バイクに、バイトに行くときは、その、まず、その、友達の家に行ってね、迎えに行って、で、うん、バイト行って、帰りもその二人で、まあ二人乗りして帰ってたんですよ。うん。うん。それがまあ、実際バイクやからな、その、男が二人乗りしたら、結局そのパワー不足になるやん。うん。ねえ、よたよたよたいう感じで。で、その友達の家というのは、ちょっとこう、高台にあんねんな。うん。だから、そこへ行くには、坂道になってて、そこでもうアクセルをもう全開にしたとしても、10キロほどしか出えへんわけやねん、バイク。すごい。もう倒れん。そうそうそう。もうタイヤピャーっとなっとるしやね。うん。だからその坂道をね、もうウィン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 という、ものすごいその苦しそうなエンジンを立てながら、うん、まあ、バイクはその、まあ、のろのろとこう登っていくわけやね。うん、うん。で、もう午前3時や境に、まあそんな時間やから、もう、一っ子一人見当たれへん。うん。で、道の両側には、その、一定の間隔で、ポツン、ポツンと、その、防犯灯というか、街灯が立っているだけやねん。うん。ね、薄、うん、青白、青光の。で、その、まあ、夜の闇の中で、その、道路を照らすね、その青白い、その丸い光だけが、坂道をずーっと下げまでこう、繋がっていって、ってるわけやね。それが、そういうのが光景が見えるわけやねんな、うん。で、その、バイクを運転しながら A 君は、まあ、その前方に続くね、防衛半島の列をずっと見ながら、ウィン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 ってこう登っていってたわけやねんけれども、うん、そのずーっと先にある四つ目あたりの防犯島のね、下に、ぼんやりとその人影のようなものがあることに気がつきよったんや。うん。うん、で、それは、ちょうど横からのね、細い路地の道があって、その道と坂道がちょうどこう交差するあたりにある防犯灯やねんね。うん。で、当然その夜中の深夜やから動くものも何にもない。そういう深夜の道で、A 君はそのバイクに乗ったままその人影にね、横らしながらずーっとそのエンジンを響かせて、まあ登っていきよったわけやねんな。うん、で、まあ当然その四つ目ぐらいのところにそれが見てたから、一つ目、二つ目とこう防犯灯をゆっくりやけど過ぎますやん。うん、で、そうするとだんだんその四つ目の防犯灯に近づいていくので、その人影のようなものがどうやらその髪の長い女のようやっていうのが分かってきたわけやねんな。うんうん、で、どうもそれは雰囲気からしたら、中年の女性のような感じがしたっちゅうね。うん、で、とうとうその三つ目のね、防犯灯を過ぎて、四つ目の防犯灯に向かって、だん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 こう距離が近づいていくわけね。うん。だけども、そんだけまあやかましいエンジンをうならせて下から登ってくるバイク。普通やったら気がつくやん。うん。うんでしたけど、不思議なことにその女は、全然それに気がつけへんのか、微動だにせず、もうずーっとうつむいたままらしいねんな。うつむいた。うん、下向いたまま。で、四つ目の防犯灯のところにとうとう来てしまった。で、その女が立っている真横、バイクはウィン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 ってうらいながら、通り過ぎることになったわけね。うん。で、もうシーンと静まり返った住宅街に、
バイクのその、まあ、悲鳴みたいなね、ようなそのエンジン音だけが、まあ、響き渡ってたわけやないけれども、うん、それだけやかましいエンジン音が真横通ってるのに、女はその彼らの方に一度も顔を向けない。うん、これはやっぱりおかしいね。どう考えてもおかしい。うん、で、あまりの不自然さにね、A 君は、おかしい。これはなんやねん、この女と思って、思わず、後ろ振り返ってしまった。うん、で、女を見たわけやね。そしたら、その瞬間初めて女が、ふーっとこう顔を上げよったんですよ。A 君と目線が合ってしまった。で、それを見た A 君、驚いて反射的に急ブレーキをかけて、バイクを止めてしまったんですよ。うん、その女ね、あまりにも、異様な顔してたらしいんですよ。うん、で、防犯灯の青白い光が差してて、その明かりに浮かび上がった顔というのは、うん、おぞましいぐらいにそのむくんだ紫色の顔で、で、口からはね、と膨らんだ舌が溢れ出すようにまあ飛び出てて、うん、で、鼻からは、なんか白い泡みたいなもんがジュク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 とこう流れ出してたらしいな。うんうんうん、で、女の目というのは、まるでその空洞みたいにね、ぽっかりと開いた空洞みたいな、黒々とした目で、その、A 君たちをね、無表情にこう、見つめてる。うん、うわぁと思って、二人はとりあえずもそう、顔を背けて、前向いたんですよ。うん、もう、その、もっぺんね、それを振り返る勇気は、その時はなかったんな、うん。で、その時思ったのは、その女というのは、多分防犯灯にロープをかけて、首吊り自殺してるんやなと思ったらしい。で、二人でそういうふうに思ったんでね、A 君が、おい、今の女、って言ったら、あ、見たね。そういう友達もいて。で、二人はバイクを止めたまま、いるのが怖いから前を向いたままで、そういう話しててんな。うん、おい、どうする？もう一遍、振り向いて見てみるか？うん。そやな。怖いけど、気になるしな。そしたら、せーの、いう感じで、一緒に振り向こうか。よっしゃ、行くで。せーの。で、意を消したように二人がね、振り向いたんやけども、二人が見たときには、ポツーンと街灯に照らされた誰もない青白い空間しかなかったって。うん、さっきまでいた女は忽然と消えてんねんな。うん、なアホなっていう感じで、ありえない出来事にまあ二人はショックを受けてしまったんやけどね。だけどやっぱり、その女のことがすごい気になるし、まあ男二人というまあ心強さもまあ手伝って、鉄道団やろな、うん。そのままバイクをずるずるずると避けていって、女が立っていた交差する路地のあたりを確かめよったんや、うん。そしたら、女はいてへんねんけどね、その路地の先には小さい児童公園があってんな。うん。うん、で、二人は、なぜか、なんか何かにこう、呼ばれるように、その公園の方に入っていってしまったんやて。うん、でその公園にはそのブランコとかジャングルジムがあるんやけれども、それらがやっぱり同じように白々とした防犯灯の冷たい光を浴びてね、闇の中で静まり返ってずーっとそれがあるだけやねんな。うん、だけど、どこを探しても女の姿はない、うん。で、人が隠れるようなスペースもない。で、もしあったとしても、隠れるスペースが、二人が振り向くまでの短い時間にね、うん、隠れることなんかできるはずがない。おかしいなぁと思いながらも、まあ、二人はね、まあ、ちょっとその落ち着きを取り戻して、その公園のジャングルジムに腰を下ろしてね、まあ、ちょっとこう、震える声やってんけれども、なんか、話、囁き合うような、まあ、話をしてたらしいんだけどね。今のあれ、何やったんやろなぁ。不思議やったなぁ。おい、見たかあの顔。いや、これ見んかった。え？せやけどお前、あれ不思議やと言うたやろ？なんで不思議やと思ったんや？
A 君は友達も女の顔を見たと思ってたよね。うん。でしたけど、いや、俺な、実は顔やなしに体見てたんや。近くまで来て気づいてんけど、あの女、体透き通って向こう見えとったで。うん。お前顔見たんか。こんなどんな顔しとってん。A 君思い出したんやけれども、もう震えが来て、何も答えることができなかったらしいんですよ。見たもんね。で、それから何日か経ってからね、児童公園のすぐ近くに住んでいる友達にその話を二人がしたよね、うん。とんでもない事実が分かったんですよ。去年の夏、その児童公園の近所のおばさんがノイローゼになって、A 君たちが吸い寄せられるように行ったあの児童公園のジャングルジムにロープをかけて首を吊ってたらしい。これなんか知り合いから聞いた話なんですけど、うん、その人が派遣で働いてた時に、うん、よくこうシフトが一緒になったり休憩時間がこう重なる3人組がいたらしいんですよ、うんうん、自分ともうあと2人、うん、で1人は男性、まあ、仮に O さんとしておきますね。もう1人は女性で R さんとしておきます、うん、で3人ではいつもまあ休憩時も今日もしんどいなみたいなこうバカ話ばっかり、まあ、たわいもない話をしてたんですけど、うんうん、ある日そのうちの女性の R さんが、最近なーって先々でかっこいい人に会うねんみたいな話をし始めたんですって、うん、でどうもそのもう一人の男性 O さんがちょっと R さんに気があったみたいで、うん、なんかちょっと明らかに不調面をして、うん、あそうなみたいな、うん、ちょっと嫌な空気になったって、うん、でもその R さんはその本当今日もかっこいい人イケメンに会ってんって、で今日はどこどこで見てんってやったらその R さんが行く先々でその男性に出会うからなんか運命かもしれんみたいな感じで話をしてたんですけど、うんうん、ある日お境にまあぷっつり切れたんかとか覚えてないんですけど、その人の話をしなくなっちゃったんですって、うん、でまあその最近話しないなとは思ってたけど、話をすれば王さんがちょっと不機嫌になるんで、うん、まあいいかと思ってほっといたみたいなんですけど、うん、あれまたしばらくしてちょっとなんか思い詰めたようにその彼女が話し始めたことがあるんですね、うん、でそれがその彼にはまだ今でも遭遇するんだそうです、うん、でちょっと気持ちが悪いんだっていう話になってて、うん、っていうのもあまりにもその R さんが行く先々にその彼がいて、うん、おかしいって言うんですよ、うん、でまあ普通にどっかのね出かけて行ったりする行き帰りの道すがらだったら何かで重なって会うこともあるでしょうけど、うん、その R さんが呼ばれて行った友人の結婚式にいたり、うん、でまた出席してるってこと？そうですね、出席して、うん、で今度は親戚、自分の親戚のお葬式に彼が来てたりとか、うん、でまあ結婚式ったらまたね相手の方もいらっしゃるから把握全部しきれませんけど、うん、お葬式だったら大体わかるじゃないですか、うんうん、行けばね、うん、ね、うん、でその記帳されてる名前のところを見ても、うん、あのつながりがわからないんですよ誰も、うん、でそんなお葬式の日までそんな知ってるのもなんか気持ちが、もしあのねストーカーみたいな、でも当時はまだそんなストーカーって大々的に有名じゃない、そうなんですよ、うんうん、で気持ちが悪いんだっていうことを言っていて、でまあじゃあその考えられるとしたら、その、うん、まあその友達のが聞くにはその手帳とかなんかスケジュール帳かなんか書いてるって聞いたんですよ、うんうん、で彼女はつけてないで、じゃあどっか盗み見されてもそのスケジュールがバレることはないし、なんだろうね、おかしいねっていう話をしてたんですけど、まあちょっとだいぶ精神的に参ってるみたいだったんで、うん、もうすぐその彼女の誕生日だっていうんで、じゃあ3人でお祝いしようよってパーティーしようって、うんうん、励ます会じゃないですけど、ちょっとパートやろうって、外であったらまた会うかもしれないから、じゃあお家でやろうって、その彼女のお家で誕生日パーティーをすることになったんですよ、うん、でパーティーをしてて、まあワイワイこう楽しく、その日は楽しく騒ぎましょうみたいな感じで、彼女も楽しそうにしてたんですけど、うん、不意にピンポーンって玄関のチャイムが鳴ったんです、うん、あれ
その3人とも、えって顔して、こう、顔を見合わせたんですけど、それも時間が10時半をもう、ま、回った頃で、うん、え、こんな時間にチャイムって、誰か来るったら、その、わかんないわかんない、来ない来ない、みたいなリアクションをしてて、首をかしげながら、R さんはその玄関の方に行ったんですよ。うん、で、あの、友達と王さんは、あの、何かあったら飛び出していけるように、こう、ちょっと、様子を伺ってたんですけど、パターンでしばらくして玄関が閉まって、彼女がなかなか帰ってこないんで、ちょっと痺れを切らして、どうしたの？何があったん？って言ったら、小包を抱えてるんですよ。うん、で、どうしたの？ってその小包を抱えたまま彼女がこう、ずっと固まっちゃってて、何も言わないんで、うん、何だったの？って言ったら、その宅急便の荷物をパッと見せるんです、自分たちの方に。うん、で正確には、その、宛名が書いてあるとこあるじゃないですか。うん、あれを見せるんですよ。でもちろん届け先は彼女の住所になってるんですけど、送り主の住所もその彼女のマンションなんですよ。うん、で彼女が自分で出すわけはないんで、うん、もう気持ち悪いですよね、覚えがないってことで。でまあじゃ あの俺たちが開けるよみたいなんで、ちょっと開けてみたらビデオテープが1本入ってたんですよ。うん、で、なんか、どうするみたいな感じで、こう、見合わせて、顔見合わせてたら、もう彼女がちょっとプチって切れちゃったみたいで、うん、どん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 って歩いてきて、バッてその乱暴にそのビデオテープをわしづかみにして、スカスカスカってテレビの方に行ったら、ガシャンって乱暴に押し込んだんですよ、ビデオを、うん。で、テレビをつけたら再生されますよね。うん、で、その再生されたその映像を見てると、男性が映ってるんですよ。うん、で、その、彼女が言ってた、そのよく会う、彼らっていうことは、まあまあみんな見てて分かったんですけど、うんうん、確かにその端正な顔はしてるんですけど、うん、どうもなんか気持ちが悪い、目はうつろだし、こうなんだろう、覇気がないっていうか正気がないっていうか、うん、でそれがそのカメラの前でゆら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 揺れながら、うん、ハッピーバースデー、気持ち悪い、ハッピーバースデーって歌ってるんですよ。うん、だん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 そのゆら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 から体が揺れながら、どん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 カメラの方に近づいてくるんですよ。うん、でもう画面の半分が右目ぐらい大きくなった時に、うん、それまでその彼の顔でいっぱいだった画面がずれて背景が映ったんですね。うんうん、でその背景がどうもその部屋の高い位置からカメラをこう見下ろすような形で撮ってるみたいで、うん、下の方に家具が見えるんですよ。うん、で彼はだからその見上げてる感じで撮ってるんですよね。うん、でその家具が見えた時に彼女がヒッっていう悲鳴を上げたんですね。うん、でどうしたのと思ったら、その背景を指さしてプル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 震えてる。でよくよく見てみたら、その家具のうちにもうベッドも映ってるんですよ。その、うん、まあ、寝室なんでしょうね、ベッドが映ってて、うん、そこに女性が寝てるんですよ。うん、でその寝てる女性が彼女なんですよ。うん、でそのそれをまあ同時にその友達と王さんが気がついて、うん、王さんがブキッとブキッと切れちゃって、シュシャーって言いながら、その隣のその寝室のドアをガラガラッと開けてバーンって入ってた。で、うん、あの友達も慌ててわーって追っかけていったんですけど、うん、ちょっと霊感が強いタイプなんで、うん、部屋に入った途端にこうなんか撫でられて膝から崩れ落ちちゃったんで、うん、でとにかく気分が悪いし頭が痛い。あ、大丈夫ですか？うん、大丈夫ね。で、あの、とにかくその、え、どうしたの？やばいんかって、部屋からま連れ出されて、で、ちょっとこれもうおかしい、うん、尋常じゃないってことで、とりあえずもう部屋から出ようって、3人部屋から出たんですよ。うん、で、後日そのビデオテープを持って警察に行って、あの、もしまあこれが人間だとしたら、完全に犯罪じゃないですか。うん、勝手に人の家、しかも彼女の家に入ってるってことで、うん、でもまあ被害がそのまだ実際には出てないってことで、警察もこうのらりくらりして、なかなか事件が進まなかったんだそうです。うーん、でまあただ一つ分かったのが、その彼女が住んでた、あ、以前に住んでいた男性、同じぐらいの年頃の男性が一人その寝室で首を吊って、あの自殺を図られていて、うん、だからそのゆらゆら揺れてたのは首を吊ったままの状態で、うん、ああ、なるほど。じゃないかっていう。まあ、その後は
したりとか、そのビデオはもう供養でお焚き上げしてもらって、うん、あの当時は何もなかった。今はもう連絡がつかないんで、どうなったかわからないんで、そうですけど、うんうんうん、こんな時間になんでそんな怖い話するんですか。今日だお前はおしっこ行かれへんやんか。で、またまた言い出す。怖いね。なんかあの掲示板にも書かれてるけど、都市伝説っぽい話にも似たような話ってあるよね。そうなんです。それがでもあのその前にあった話 で、うんうんうん、で実際あれはほらあの本当に部屋に忍び込んでますけど、うん、この場合はその忍び込んでるわけではなくて、うん、もう部屋に多分ずっといるん。ああ、魂っていうことなんだろうな。そうですね。でも誰がビデオに運送を取って誰が配達したんだろうっていう。そうですよね、うん、それにその記帳もしてるんですよ、お葬式。でその名前調べたらその名前あの新聞記事に載ってた、その実あ新聞記事じゃない、その警察のその調書に載ってた名前がどうもその名前だったっていうことなんですけど、怖いね。そういう、なんか、思い詰めた心って気持ちっていうのかな。うん、怖いね。狂気を感じますね。うん。嫌な話だな。なんか、今日は、あれだね、結構、嫌な話系やな。ねえ。嫌な話系やなし、嫌な話系。嫌な話で出るね、今日ね。ねえ、エビっていう男の子がいまして、で今もう結婚して子供もいるんですけれども、大学院を出て就職するまでの間、春休みにもうあの学校に、あ、学校っていうか、まあ、教職の免許を取って、結局か学校には勤めなかったんですけど、会社に勤めるとまとめてお休みとかって取れなくなっちゃうじゃないですか。なのであのちょっと長めのあのその春休みのうちにいろんなところに行こうと思って、日本中を各地をこう歩くことにしたんですって、うんうん、とは言ってもまだほら学生でね、社会人になこれからなるっていう時でお金もないので、あのバックパッカーっていうんですか、後ろにこうテントとか荷物をとかリックを背負って、うん、でこう電車とかバスとかもできるだけ歩いて、で日本をこういろいろちょっと回ろうと思って、で最初に行ったのが、最初っていうか、まあしばらくいろんなとこ歩いてたんだと思うんですけど、多分場所が私福島って言ってたような気がするんですけど、こう何か面白いことがないかなと思いながら、なんかこう目的があってそこの町に行った方が面白かったりするじゃないですか。でこうなんかこう県民頼りじゃないけど、そういうのをいろいろ調べてたら、なんかね、太鼓のお祭りがあるっていうのが出てたんですって。うん、じゃあちょっとこれ面白そうだなと思って、でその太鼓の祭りをやるっていうその地域のところに、行きました。でついて歩いてたんだけど、全然こう町の中がお祭りをやるような雰囲気じゃないんですって。であれ変だなって、確かにこう広報では何日に太鼓のお祭りやるって言ってたのにやらないのかなと思って、全然こう町がお祭りの雰囲気じゃないと。でいろんなこうお店にちょっと寄って、こういうお祭りがあるって聞いてきたんですけどって言って、こういろんなお店を聞いたら、あるところで、あ、それだったらあのどこどこの広場でやるわよってあの教えてくれたんですって、うん、あ、じゃあよかった、やっぱり今日やるんだと思って、ありがとうございますって。でそこの言われた方に歩いて行ったらしいんですよ。そしたらそのなんかこう広場、町の広場みたいなところにこう櫓を組んで、確かにこう太鼓祭りみたいにやってたんですって。まあキャンプファイヤーのちょっと毛が生えたような町内で、町内上げてのなんかそのキャンプファイヤーみたいな、でそこに太鼓回りみたいな感じのをやっていて、まあちょっとしたフェスティバルなので、まあちょっと楽しそうだなと思って、そこのこう輪の周りにそのみんなが太鼓を聞きながらこう周りを囲むようにして座ってるんですって。でそっちに歩いてったらしいんですね。そしたらこうあのそれに気がついた人が、あ、お兄さん兄さん、どっから来たの、ここに座りなさいみたいな感じで、で座らせてくれて、であのその人たちはなんか地元の人なのか、お酒とかをなんかおつまみとかを持ってて、あ、飲みなさい飲みなさいって言って、でそのエビに飲ませてくれたらしいんですね。
で、まあ、お兄さんどこから来たのって、いや、僕東京から来たんですよって、あ、そうなの、まあ飲みなさいよって言いながら、太鼓を聞きながら、しばらくこう、いろいろこう、楽しい話をしてたらしいんですね。そしたら、片一方の人が、俺は UFO にさらわれたことがあるっていう話をしだしたんですって。うん、で、それどんな話ですかって言ったら、その人はこう自宅で何かこう工芸品みたいなのを作っていると。で、アトリエが実はあるんだと。で、自宅の向かい側にそのアトリエっていうのを持っていて、で、そこで作業をしていると。で、その日もアトリエで夜遅くまでかかって仕事をしてて、さあもう、じゃあちょっとお家の方に帰ろうと思って、そのアトリエが2階なので、2階から1階に降りる階段の踊り場がありますよね。で、その階段の踊り場に結構大きい窓があるんですって。で、その階段の踊り場までトン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 って歩いてきたら、いきなりすごい外が眩しくなったんですって。で、わあ、すごい眩しいって、目も開けられないぐらい眩しいって思って、一瞬その階段の踊り場で目をつぶったらしいんですね。で、パッて次に目を開いたら、エレベーターみたいなところに乗ってたんですって。それが、なんかもう光り輝くような、すっごいまばゆいところに、こう、なんていうの、ガラス張りみたいな感じで、でもともかくまぶしいんですって。で、そこの上りのエスカレーターに自分は乗ってたっていうんですよ。次に気がついたときは。で、周りに立ってる人も光り輝いてる人なんですって。で、自分もその上りのエレベーターにスーッとこう上ってたと。で、また記憶がパッてなくなって、次にパッて目が開いたら、なんか手術室みたいなところに寝かされてたんですって。で、パッて目が開けたら、自分はベッドの上で、で、すっごい大きな工場みたいなところで、それでこう、上からこう、ライトがいっぱい照ってると。で、やっぱりすっごく眩しいんですって。で、うわぁ、すごい眩しいなぁって思ったら、こう、人がこう、覗いたっていうんですね。で、人が覗いたんだけど、その人もこう、光り輝いた物体なので、目とか鼻とか口とかもわからないと。で、その人が言葉ではなく、頭の中に話しかけてきたっていうんですよ。で、その話しかけてきた言葉っていうのが、愛の数値を7000に保て。愛の数値を7000に保てって、頭の中で語りかけてきたんですって。それで、次にハッて気がついたら、階段の踊り場にいて、今の何だったんだろうっていう感じだった。夢でも見てたんだろうか、白昼夢だったんだろうかって思うけど、あまりにもその情景とかその言葉とかがしっかりインプットされてる。M さんという男の人やねんけどね、うん。で、その人はね、去年の11月頃の話らしいんやけど、うん、京都にその淀の競馬場いうのがあんねんな。うん、で、その淀の競馬場から、ずっと川沿いという土手沿いに帰れるわけやねんけれども、桂川という土手があって、そこは彼は自転車で、その西の空をね、見ながら、前にね、見ながら、こう走ったらしいねんな。うん、そうすると、山崎言ったらサントリーの工場があるとかね、見つける山崎があってる、その山崎という山があるんやけれども、その山崎側にかかる、まあ、雲があってんけれど、その雲の一部が、その、急にね、パチンコ玉を真横にスパーンと切ったような、半円球やな。はいはい。そういう形に姿をへやっと変えたらしい。何やあれ、何やあれと思って、彼は、その、携帯のカメラを、で、撃つと思って、それを構えたと、その時はもうそれがもう、見失ってしまったというか、なかったな、その場所に。あれ、おかしいなぁと思って、それはさ、隠れたかもしれんなぁと思って、どこ探してもないんで、でもしゃあないから、ということで、またずーっとその、くず花というね、ところあるんやけど、そっちの方へ向かって、走ってたわけやねんな、土手を。で、ある橋を渡って、桂川から三線合流で、桂川、木津川、宇治川が、集まって、淀川になるんやけれども、三線合流というんやけど、
その淀川になったところをまた自転車ずーっと走りながら、あの UFO みたいなやつどこ行ったんやろうなぁと思いながら、考えながら走っててんな。で、なんとなく気になったので、ふっと後ろの空を見上げると、それがなんと頭上におったらしいんやわ。頭の上に。真上にね。うわーと思って、もうドキ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 するし、で、ひょっと下手したらこれ、拉致されるんちゃうかと。ようある話だな。で、これはやばいぞと思って、もうひょっとしてそんなことされると変わらんわんので、周囲に誰か人いてへんかなと思って必死で探したらしい。うん、したら、ちょうど、ぽっちゃりとしたなんか、なんていうかな、あの男性がね、あの MTB というバイクに乗って、自転車に乗ってね、走ってるのが見つかってん。こっちへ向かって走ってくね、こう、ゆっくりね。うん。うん。でも、怖いから、もうそこへダーッと走っていって、全然見ず知らずの人なんやけどね、あ、すいません、すいません、ちょっと止まってください、ちょっと止まって、あれ見てくれませんかって言って、自分が見たものを指さしてね。そうすると、それは、まだ、高圧の鉄塔があるんやけども、すぐ近くに、ズハのね、ズハという町の、その横に、ブワーンとまた浮いてるんよね。で、まあ、ある程度、ちょっと遠いんやけれども、捕まえた人にね、変な話言うんですけど、あれ、僕にはね、UFO に見えるんですけど、オタクあれ、何に見えますというふうに尋ねたらしい。で、その男性というのが、まあ、しばらくね、それをずーっと見てて、飛行機でしょう。というふうに言うたよな。で、あ、そうか、飛行機かなと思って、なんとなく、彼は、救われた気がしたいな。ああ、わかりました、わかりました。そうですか。いや、錯覚でよかったですわ。大きに大きにありがとうございました。って言って、彼は、その男の人をね、その場に置いて、じゃあ私失礼します、言って、ずーっと走り出してんな。で、せやけどやっぱり気になるんで、ちょっと振り返ってみたら、その男の人が、まあ100メートルぐらい離れたとこやってんけども、さっきの場所で、自転車にも降りたままでね、その男性はずーっとそれを見上げてるんよ。その UFO みたいなやつをね。で、あれ、まだ見上げてるなぁと思いながら、こう、後ろを見ながら走ってたんやけれども、見てるとその男の人が急に合わせた様子で、必死で自転車をこいでダッシュしてきたらしい。自分の方へ向かってね。うわーって自分を思って、それでダッシュして、もう、必死になって家の方へ帰ったという話やねんけどな。僕がね、もう5年ぐらい前に、まあ、ある写真を撮ってね、で、その時に、まあ、それがある雑誌に、こう、掲載されたんだけども、なんか、ミステリークラウドとかいう、なんか呼び名で、なんか呼ばれてるらしいんだけどね、その変わり者のことを。僕はね、ある日、その日ね、すっごい夕立が降ったんですよ。最近ほら、なんかね、また最近っていうか、今年の夏もそうだったけど、あんまり一時のゲリラ豪雨みたいなのって降らなくなったじゃないですか。で、4、5年前ってさ、もう夕方すごかったでしょ、豪雨が。ちょうどその日もね、夕方すごい降ったんですよ。それで、カラッと上がって、で、まだ雲はね、ところどころの、もちろん、雨雲は残ってるんだけども、でも西の方がね、わーっと綺麗な夕焼けが出始めた時に、たまたま見上げたところにね、一つの塊の雲がこう、ポンと浮いてたのね。で、見てる目の前で、その一角が三角に削れたんですよ。で、削れたその雲がね、尾を引きながらずーっと下まで落ちてきたの。いや、落ちてきたって言ったって目の前に落ちてきたわけじゃないんだよ。ずーっと向こうの方へずーっと下がってったのよ。それでそれがずーっとその見えなくなっちゃったのよね。最終的には。その様子を俺ずっと写真撮ったのよ。で、それがある雑誌に出たんだけど、つい2、3日前ね、同じような写真を撮られてたね。あ、それは見ました、私。うん。一時話題になってましたよね。うん。雲が落ちてきたっていう。うん。うん、それがね、おととい、昨日だか一昨日だかなんかのヤフーニュースなんかでも出てたんだけどさ。
もう、同じよ、俺が見たのと。やっぱりああいうふうにこう、ずっと奇跡がついててね。うん、で、こう、ずーっと落ちてきたの。三角に削れて。あれって、考えてみたら、あれ、UFO だったかもしれないね。あの中身。その子はね、うん、岐阜の子なんですよ。で、一晩中ちょっと怖い話をしてた子で、すっごいお化けも見るし、いろんな体験をすごくしてる子で、うん、で、多分、中学って言ってたか、高校って言ってたか、うん、自分が、学校から自宅まで、いつも、こう電車に乗って帰るんだけれども、うん、なんだろう、バスに乗って帰るって言ってたのかな、ごめんなさい、バスだったと思います。で、帰りにバス代を、なんか節約するためかなんかわからないんですけど、電車の線路があるんですって。うん、で、それだとまっすぐだから自分の家まで、その線路沿いに歩いて帰ると、それが一番あの直線距離で早いんですって。うん、で、電車が来るのってそんなにあの1時間に何本も走らない電車ならしいので、うん、その何時から何時って大体自分がクラブ活動とかして帰る時間は、その電車が通らない時間っていうのが分かってるらしいんですよね。うん、で、その日も今日は帰りは歩いて帰ろうと思って、その会社から、うん、あ、会社じゃないや、学校出て、で、自分の家まで歩いて帰ろうと思ってて、で、途中に、左側、こう、山になってて、崖で、右側に、どっかの学校の校舎が見えるところがあるんですって。で、うん、学校の校舎って大体大きい時計がついてるじゃないですか。うん、で、その時計を見たら、多分5時半だか6時半だか、もう、あの、いつも帰る時間と同じぐらいだったんですって。うん、で、その時計ではっきり、うん、確認してるっていうんですね、時間をね。で、うん、ああ、なんだ、5時半だ、いつもの時間だなって思って、パッて確認して、で、一瞬ですよ、気を失ったようになって、もう一回パッて目を開けたら、真っ暗になってたんですって。うん、その時計を確認できないぐらい、うん。で、よく目を凝らしてみたら、1時間そこから過ぎてたんですって。うん、で、あの、もう自分がほら、5時半と6時半って、そのアナログの時計って多少見間違えるってこともあるかもしれないじゃないですか、1時間ぐらいで。うん、なんかなんとなくこの辺の、こう、針が刺してたな、みたいな、デジタルと違うから。うん、だとしても、一瞬にしては真っ暗になりすぎなんですって。うんうん、で、電車はもちろん来てないんだけど、わ、なんでこんな真っ暗なんだろうって、なんか1時間時間がロストしてるんですって。どう考えても。でも、うん、もうそんなこと言っててもしょうがないんで、そのお家に帰って、で、別に何もなかったらしいんですよ。で、次の日、体育の時間があったから、着替えてたら、友達が、お前どうしたんだよって言われて、え、何って言ったら、そのお前背中どうしたの、それひどいよって言われて、こう、着替えてるので脱いでるの見たら、背中の、なんていうの、腎臓のあたりかな、そのあたりのところに、幅が5センチぐらいの真っ赤な線がついてるんですって。あの、よくね、塗りたて、うん、塗りたてベンチにこう背中をペタッついちゃったみたいに、うん、幅が5センチぐらいって言ってた、本人は。の赤い線がビリってくっついてるんですって。で、本人は痛くも痒くもないんだけど、本当に真っ赤なんですって、ペンキを塗ったかのように。で、うんうん、周りがみんな心配して、保健室に行け、保健室に行けって言うんですって。で、自分は嫌だったらしいんですよ、別に痛くも痒くもないから。うんうん、でも、みんながあんまり心配するから保健室に行ったんだけど、保健室の先生も、なんでしょうね、これって。で、もうわかんないから明日病院に行きなさいねって言われたんですって。で、病院行ったのって言ったら、うん、行かないって、痛くも痒くもないから行かなかったっていうのね。うん、でもその1時間ロストしたのと、その赤い線が入ってただけなの、体に。うん、だけど、それから、私がそれで、あ、じゃあきっと UFO にさらわれたんじゃないって言って、ピンポンってならないって言ったら、あ、そういえばなりますっていうの。で、その赤い線ってどうなったのって言ったら、だん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 薄くはなってたけど、今でもついてますって言って、見せてもらったの、私。うん、え、じゃあちょっと見せてって、見ても大丈夫なとこって言ったら、あ、いや、いいですよって言って、背中を見せてもらったら、その時はね、5センチほど幅はないけど、でも2、3センチの幅で、やっぱりなんとなくこう赤い感じ、もっとあざですみたいな感じで線がビーってついてた。うん
あのね、この間もね、俺たまたまお風呂に入ろうと思って、ほんで、あの、脱衣所で服脱いでたら、うちの下娘が入ってきてさ、ごめんね、歯ブラシ取らせてとか言って入ってきたの。うん、で、もう、お前、歯をちゃんとよく磨けよって、お父さんみたいになっちゃうぞって言って、わかったよって出るときに、あれって言うのよ。で、うん、何って言ったら、お父さんどうしたの背中って言うのよ。で、何がって言うと、線がついてるよって言って、嘘って言って鏡で見たのね。うん、たすき掛けに、こう、右の肩口から、左の腰のあたりに、ガーって、5センチもっとあったかな、幅。6センチ、7センチぐらいあったかもしれないね。真っ赤に、たすき掛けにずーっと線がついてた。例えば、あの、手のね、小指の第二関節のあたりだったりとか、うん、あとはね、一番多いのは、右手の、うん、これ右手の薬指に、こう指輪してるんだけどね。うん、それその指輪の下あたりに出るのよ。で、それがね、すごい不思議なのはね、あの、よくさ、あの、ほら、瓶、なんていうの、プラスチック、薄いプラスチックみたいなところにいろんな文字が、ちっちゃい文字がいっぱいこうついてて、それをこう、こうやってこうやってこうやって擦るとさ、下に転写される文字がよくあったじゃない。うん、わかんない。ただ昔、あの、カセットテープが当たり前だった頃にね、はいはい、カセットテープに、はいはい、貼る、ラベラーみたいなやつ。うん、ラベラーみたいなやつ、はいはい。あれをよくほら、こう、ボールペンの頭なんかでこうやって擦るとさ、その擦った部分の文字だけが下に転写されたじゃない。はいはいはい。あんな感じでね、光ってんの。光ってる光ってんの。テカテカ。だからボールペンとかで書いたりとか、なんかでこう、書いた感じじゃないのよ。まるでなんかから転写したみたいな感じなの。で、それが本当のシャープのああいう、こう、イゲタのね、そういうのがポンと現れて、うん、で、何をやっても取れない。俺、本当にだから、その首のね、このボンのくぼんのところに埋まってた、あれっていうのが不思議だったからね。うん。うん。飛び、それ取り出したんですか？だから、気がついたらなくなってたの。上から触ったのが硬かったわけ？いや、硬くて、で、これなんだろうなと思って自分で見れないからね。うん、鏡見てみてもやっぱり髪の毛とか邪魔になって見えないんですよ。うん、それで、あるやつに見てもらったわけ。ちょっとこれ見て、なんかないって言って、うん、見てもらったら、なんだ、なんすかこれって言ってんの。で、何って言ったら、そいつがね、こういうふうに表現したのよ。昔さ、誰でも多分やったことあると思うんだけど、シャーペンばらしたことある。人を結構います。うん、もちろん。それこそさ、シャーペンこうバラすと中から、先端の部分の、こう、うん、メッキのパーツが出てくるんじゃないですか。ロケットの頭みたいな。うん、うん。はいはい。わかる？その、うん、最終的にはその芯を送り出す細いパイプがついてて、はい。その後ろに、こう、メッキの2センチぐらいのこういう筒がついてるじゃないですか。うんうん、はいはい。そんなのがここに埋まってるってことだね。で、なんだこれ、なんだこれって言って、そいつが一番不思議だったの。あれでもこれおかしいなぁ。おかしいなって何がおかしいのって。傷口がどこにもないんだよねって言うのよ。うん。うん。変なこと言うなよ、お前。違うよ、お前。なんか多分変なできもんだって言う。いや、こんなできもんできるよじゃ人間終わってるとか言う。だって金属だもんね。うん。でね、半月ぐらいかなした頃に何気なくそこをこう触ってみたら、それ何もないように感じたんだよね。で、うん、また同じやつにさ、ちょっともう一回見てって言ったら、あれ取ったんすかってから、何があったら、いや、なくなってますよって言われて。うん、その前後に何かあるんですか？そう、南フラグでね、ちょっと。これはその話をするのが非常に阻まれる話なんだよ。実は、その、うん、俺の体調がおかしくなるのがね、その話によって、うんすごくダメになっちゃう加速する気がする話なんだよ、それって。うん。まあ別にその UFO の中に連れ込まれてどうのっていうところまで記憶が全くあるわけじゃないんだけどね。簡単に言うと、南富良野のあたりって、実はまっすぐな道があって、本当はミストの遭遇みたいな道があるんですよ。で、そこをね、僕がトラックで、バーッと走ってた時に、簡単に言うからね、うん、夜だったんだけど、突然ね、目の、自分の周りに、蛍光灯みたいな光がこう、バタバタバタっと突き出したわけ。うん、で、俺トラックはほら、前にも言ったけど、もう何でもかんでもデコトラにしちゃう人間だからさ、うん、もちろん周りに蛍光灯いっぱい入ってるんだけど、でも、うん、
さすがにその運転席だと助手席の、まあ助手席は安全窓が暗闘になってるから向こう側に打ち出すかもしれないけど、運転席は外側にやっぱり暗闘じゃないですよ、結構。なのに、その自分の周りが道路だよ、道路がバーッとその蛍光灯みたいに光でいっぱいになったわけ。なんだこれと思ったんだよね。そしたら、なんかこう、ハンドルがさ、すごい軽くなったの。ほんで、ハンドル切っても、なんかこう、まともに走っていかない感じ、そっちの、切った方に、こう、キュッとこう、クイックに曲がってくれない感じなのよ。あ、これやばい、危ねえと思ったんだよね、俺。で、もちろん天気もいい日だったからね、雨降ってたハイドルプレーニング起こしてるとか、そういうことじゃないんだけど、あれと思って、ふっと気がついたら、ライトもエンジンも全部消えた状態で、さっきの道をゆっくりゆっくり、緩やかな下り坂なんだよ。その下り坂を、ライトもエンジンも全部消えた状態で、真っ暗な状態で、ゆっくり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 下ってた。それで、おお、やばいやばいやばいと、俺自分で居眠りしちゃったと思ったもんが、で、エンジンかけ直して、でもエンジン切るってなんだろう、ちょっと待って、なんかおかしいなって、時計を見てみたら、そのトラックについてるデジタルの時計が000で全部リセットになってたのよ。リセットされちゃってたんだ。それで俺自分の腕時計を見てみたら3時間以上が経ってたんだね。